おはようございます。おはよう皆さん、おはよう。元気してました？遅いよ。すいません、遅れてしまって。おはよう。お疲れ様です。イベントね、本当は前半後半出ようかなと思ってたんだけど、リスナーさんの負担をかけたくないなって思ったんで、後半も出ません。はい。ただし12日から始まるイベントには出ようかなと思ってます。だからね、前半後半出ないリスナーさんに対してね、ねぎらっているね、負担をかけないようとしている優しいパルちゃんをね、よかったらナイス押してってあげてください。はい。ね、なんでイベントね出なかったかっていうと、リスナーさんをねぎらいたかったんだよ。いつも負担かけてごめんねって。だからみんなの笑顔がね少なくなくなるよりね、みんなの笑顔が増えた方が俺は好きだから出ません。で、富士山に関しては、12日、はい、皆さんもういきなり突発的に発表するんですけど、12日に登ろうかなって思ってます。なぜならその日晴れてるから。で、登って、まあちょうど12日がイベントの初回の日なんだよ。その日に登ってね、みんなと分かち合いたいなと思ってます。お盆ってみんな出てるんじゃないんですか？12日お盆だけれど、まあでもそれでも見てくれる人は見てくれるから、それで登りたいと思ってるよ。で、めちゃくちゃ富士山死んでるらしいけれど、でも死んでようが死んでまいようが、決めたことはね、ちゃんとしたいね、ちゃんと富士山登るっていう決めたことは、だからがっつり登りたいなと思ってるよ。この前トイレで亡くなってた？そう、なんかね、でもね、亡くなってる人は年齢層が60からなんだよ。50とか。要するに、肺高齢の方が多いんだよね。ね。だから、俺29じゃん。死ぬわけないじゃん。大丈夫だと思うよ。太ってるけど。俺だって、こう見えて、ね、御殿場登った男だよ。だから富士宮コースで死ぬことはないなと思ってる。御殿場だったら死んじゃうかもしんないけど、でもし死ぬようなことがあれば、まあ正直言って面白いじゃん。もしかしたら死ぬかもしれない、パルパルって、そのハラハラドキドキ感も味わってほしいなと思ってる、はい、体重も160キロ、要するに150キロで登ったんだけど10キロ増やしたから、さらに心臓に負担、体に負担かかってる状態で登るから、そこも楽しみにしといてほしい。体重増やしておいたから、多分配信会初の160キロのデブが登るっていうのを見せるよ。楽しみでしょ、リスナーさん。佐藤さちゃんはもう大丈夫だよ。ピンピンしてる。うん。もう治ったって。ただね、ちょっと一言言いたいんだけど、一人で登りたくない。その日、一緒に登ろうとは言わないから、その日一緒に成功して登ってくれる人いないかな。もう、
ね、一人で誰かが目の前で配信者が歩いてるってことだけが俺にとっての力の原動力になるんだよ。孤独なんだよね、一人で登るのが。ヒロシは、ヒロシは12日登らないでしょ、登るの。まあ、とりあえずホテルの予約も取らなきゃいけないね。うん、ホテルの予約ね、富士山の。だからロビンソンさん曰くホテルの予約が全然取れないらしいんだよ。だからそこら辺もちょっと12日ね、登る予定ではあるんだけど、折り合いがつかなかったら日付ずれるかもしんない。でも絶対に富士山は登るから、待ってて。俺が今ホテルを取ろうとしてる場所は、まあどこがいいかな、ちょっとわかんないね。山小屋だろ、田崎。いや、まあ、山小屋なんだけど、どっちでもいいじゃん、ホテルで。山小屋ホテルって言うじゃん。167キロのデブが富士山登ってたよって2年前に。それ嘘だから。嘘つかないで。ね。それ嘘だったんだよ。調べたけど、出てこなかったから。嘘ばっかつくなよ、お前。2年前に泊まって避難場所に行けよ、豚。もうひどいね。富士山頑張って登ろうかなと思ってたのに、こんな誹謗中傷。耐えきれないよ。ね、応援しろよ、普通に。じゃあ、やりますか、今日も。はい。おはようございます！ふわっちニュース、おはようございます！ふわっちニュースキャスターの浜有です！この放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうという枠です。昨日何があったのかな、昨日何が起きたの、それらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントはやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントを打つ方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報、間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので。ではやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです！よろしくお願いします。で、パルパル、なんで富士山登ってないの？って思ってる方。さっきも言いましたが、8月の12日に登ろうと思っています。それでパルちゃん、なんでイベント出てないの？と思ってる方。イベントは、リスナーさんのことを負担をかけたくないと思って出てません。そして、ねぎらいたいって気持ちでした。だから、出てません。だからこんな優しいパルちゃんをね、お世話の体操してください。お願いします。すいません、思い出し笑いで笑っちゃいました。ごめんなさい。キモい、なんでチャイさんそんなこと言うの、囲ってくれてると思ったのに。ひどいよね。じゃあ、こっからね、炎上ニュースやっていきますね。ふわっち大炎上ニュースです。と言いたいところですが、ふわっち社会的ニュースです。社会的ニュースって何？
に今驚いた方いらっしゃいますね。驚いた方のために説明すると、ふわっち社会的ニュースっていうのは、昨日社会に影響を与えたニュースを私がピックアップし、それを紹介していくコーナーでございます。なので、非常にためになるので、見てってください。ふわっち大炎上ニュースです！よろしくお願いします！じゃあまず一つ目のニュースは、はい、いや、なんで笑ったかっていうと、ちょっと笑ったんだよ、ふひって。そしたらブヒって言うからコメントで笑うでしょう。最近パルちゃん笑うようになったんだよ。でまず一つ目のニュースは、これはびっくりしました。こんな、ね、人がいたそうですね。卑劣な行為です。ピンクから入ります。何度でもね。今日のふわちさんから引用。銭湯の屋根に登り、入浴の女性盗撮。別の建物から飛び移る。容疑で21歳の無職の男を逮捕、神戸。すごい、スパイダーマンだね。銭湯の屋根にね、登って入浴のね、女性を盗撮したらしいよ。最近多いね、盗撮が。ね。休みだからってね、外しすぎじゃない？これ。21歳だって。だから若いさ、ゆえの、ね、罪だねこれ。命がけでね、取ってるんだよ。で、建物に乗り移ってね、逃げようとしたら捕まっちゃったみたいな。はい。あ、ビズリーさんありがとう。こち亀のりょうさんみたいなことしてる。そうなの、こち亀のりょうさんも女子風呂覗くために屋根、やったってこと？あ、なんかあったな。見たわ、俺、それ。見たような気がする。なんか、小町に復讐するみたいなやつじゃなかったっけ？オリンピックレベルのパワーだね。まあ、そういうことがあったということです。まあ、盗撮は良くないんだよね、皆さん。しないように、捕まりますよ。はい。じゃ、次のニュースいきます。次が、なんと、下着泥棒ですね。こんな変態が現れたそうです。著名人。知ってる人いるかな？ライブドアニュースさんから、発覚、アパートを侵入し、女性の下着を物色か。元ミュージカル俳優を現行犯逮捕。男は女性の下着の匂いを嗅いでいた。ハラハラドキドキを味わいながら性的欲求を満たしたかったと容疑を認めているという。男は女性の下着を盗んだなどの罪で有罪判決を受け、現在執行猶予中だったということです。いや、下着泥棒とか女性の家に勝手に入ってね、物色するのは本当にダメなことだと思うし、こいつはひどい人間だと思うんだけれど、でも男だったらわかるよね。気持ちはわからんでもないよね。で、可愛い女の子の部屋に入ってパンツを盗む。これ正直男の夢です。はい。気持ちはわからんでもないよね、これは。男として。え？気持ちわかんないの？うわー！女性が言ってるだけでしょ、これ。さすがに匿名で。男はみんなパンツをね、盗みたいっていう欲求あるでしょ。あ、ないの。いやー、むっつりさんが多いね、これ。気持ちが悪い。なんで嘘つくんだろうね。
女に飢えてないわ。あ、モテてるってこと？え、でもさ、そんなこと言ってるけど、お前の検索履歴知ってるよ。パンチラってね。調べたことあるでしょ。で、パンチラ画像特集とかさ、パンチラ画像とか検索したことあるだろ、お前。嘘つくなよ、お前、普通に。俺はないけれど、お前らはあるだろ？パルだけが興味があるのかな？あのね、男ってさ、マンコが見たくて、ね。マンコよりパンツだからね。パンツの方が欲求がそそるんだよ。だから、チラチラ見えるパンツの方が人気なんだよ。だから TikTok とかお前らのやつおすすめ欄見ると、パンチラしてるね、動画とかいいねしてるんだろ？どうせ。匿名でね。だから TikTok 見ればわかるよね、男の。彼女さん、一緒に聞いてる彼女さん、あなたの隣にいるね、TikTok のね、いいね欄見てあげてください、パートナーの。パンチラとか胸がね、出ているね、水着の女の子の動画がいいねされてますよ。間違いなく。調べたら出てきます。TikTok に答えがあるんで。それがいい答えだよね。嘘ばっかつくなよ、本当に。あ、何？佐藤さちゃんチェックしたよ、前ね。で、言ってみな、俺の TikTok の中身を。何が入ってた？音楽系とか。うん、アニメ系とかね。アニメ系とか、あとパンチラと。パンチラしてないよね。お尻特集。嘘です、彼女の完全なる水着の盛り上げるために言ってるだけです。パンチラと何？ケツでかい女のいいね。ケツでかフリフリ。あ、ケツダンス？そう。にいいねしてた俺。いいね。完全な嘘ですね。はい。嘘ばっかついてます。本当にそんなことしてません。ひどいよね、嘘ついて株下げるなんて。いい女だったら株下げないからね、言わないよそれを、ね、パルちゃんはそんなことしてないんだよって。アニメとね、音楽しか聞いてないんだよって。でも太っていてね、顔もブサイクでさ、ね、ケツデカのダンスとパンチラのいいねをしているっていうことの情報がリスナーさんに入ると、普通に気持ち悪いデブになるんだよ。ね。ただでさえ気持ち悪いのに、さらに拍車がかかって気持ち悪くなるんだよ。なのにこいつは言ったんだよ。カミングアウトして。もう終わりだね。配信者として俺は。引退しかないわ。はい、でパンチラ嘘つくなよ。パンチラはなかったわ。ケツダンス、ケツダンスだろ。ケツダンス逆にしろよ本当に。じゃあ次のニュースいきます。はい、次が、あ、皆さん今コメント欄でね大いに荒れてます。俺のことはどう思ってる？教えてほしい。俺のことどう思ってますか？もう素直にシンプルに書いてほしい、コメントで。次のニュースに関連があるね、内容なんで。気持ち悪い豚、キモデブ、あ、低能、好きではない、ダズゼ豚、腹黒、トトロ、グロイ、イケクソ、まあこういうふうにね、誹謗中傷されてます。はい。こんなね、ニュース。皆さん、もう許しません、僕は。
パリパラリンピックのアーチュリー日本代表ね。で、賠償命令、ライバルに中傷コメント。はい。パラリンピックの代表の選手がね、誹謗中傷されて開示請求したんだって。そしたら同じね、パラリンピックのライバルに誹謗中傷されていたことが判明したらしい。で、それを訴えて賠償金としてね、慰謝料としてね、120万の支払いを命じられたらしいですね、裁判で。要するに、今ね、誹謗中傷してる人たちは、120万俺に払わなきゃいけないんだよ。だから、誹謗中傷してしまったのはどうしようと思ってる方、謝ってください、コメントで。124万円ね、請求するよ。いや、嘘じゃないよ。124万ね。やっちゃうぞ、舐めやがって。なあ、調子こいてんじゃねえぞ、クソガキが。ブログへの書き込みで名誉毀損をされたとしたアーチェリーの選手が、損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は、パリパラリンピックのアーチェリー日本代表に、約224万の支払いを命じましたと。パラアーチェリーの小野寺、朝子選手48は、自身のブログへの書き込みで名誉毀損されたとして、パラリンピックの日本代表、ね、これを、なんてか読むかわからんけど、ね、同じ選手に、誹謗中傷されたらしいです。同じさ、パラリンピックでさ、障害持っててさ、頑張ろうねって言ってる中でさ、実は裏で書き込まれてたんだよ、悪口を。で、まだね、同業でそれで嫉妬するとかそういうのが分かるけど、同じさ、傷を負ってさ、同じ気持ちも分かるのに、なんでこう誹謗中傷しちゃうんだろうね。どうしてだろうね。で、コメント欄にも方でもね、お前ら分かってるよ、配信者が書き込んでるってのは、ね、一回俺の雑談たぬきとか開示請求して配信者が書き込んでないか調べてやろうかな。今ギクッとしたやついるだろう。ギクッとしたやつやってやろうか。本当に昼休み終わる？また、またにょん。またね。ああ、さくちゃんありがとうね。うん。印象操作やめてよ。え？悪口書いてるやついない？うん。今ここで配信者名乗り出て、悪口書いちゃいましたって。開示請求しちゃうよ。許さないよ。でも今名乗り出たら許してあげる。いるでしょ、配信者。悪口書いちゃったって人。ええー。直してみて。アカウント出して。やっぱりいないか。じゃいない、書いてないのかな、俺の配信で。ってことですね。最近悪口とか盗撮系が多いからね、みんな気をつけてね。最後の社会的ニュースはフワちゃんですね。やっぱりフワちゃんの仕事がなくなりそうです。波紋、フワちゃん投稿炎上騒動、 Google Japan が GooglePIXEL CM を非公開に。フワちゃんは2022年10月から、同製品の CM に出演。消しゴムマジック編や編集マジック編、簡単乗り換え編などの数々のパターンで製品の魅力を PR していたということです。あ、ピクセルね。ピクセルのウェブ CM が全部非公開になったそうです。はい。だから、
で、なんでフワちゃんは今炎上してるかっていうと、やす子さんに対して陰口を言ったから、はい、リプライでね悪口言ったんだよ。その結果炎上してしまいました。で、 CM の方でもね、なんか最新作のピクセルのやつもフワちゃんだったらしいんだけれど、それもお釈迦になりそうだっていう風にねネット記事で上がってたよ。はい、本当に仕事がなくなりそうですね。だから人の悪口言ってたらマイナスでしかないんだよ。人の悪口言う前に自分を見つめ直せ。本当にそれだと思います。そしたらね人生うまくいくと思うよ。 CM が安子になったらおもろい。ああ、そうなったら面白いね。ピクセルさんちょっと悪いよねそれは。不安には忖度しないの？俺は忖度なんてしたことないね。はい。切れる前に自分を見つめ直しましょう。切れてないよ。あのね、いつもね、大声出してるけど、あれ、大声出してるだけなんだよ。わかる？声がでかいだけ。切れてないです。いいですか？嘘じゃないです、パルちゃん。パルちゃん嘘ついてません。もういい加減にしてください。みんな、喧嘩したってね、何も生まれないから仲良くやろうよ。ね。ってことで、ふわっち、社会的ニュースでした。さあ、こっから皆さん大好きな、ね、ふわっち、大炎上ニュースです！本筋です！よろしくお願いします！はーい。なんかね、鼻水が出ないんだけど、鼻声なんで、これどういう病気なのこれ。はーい。なんか鼻水出ないんだけど、鼻声ってなんだこれ。ガン？簡単に気軽に言うなよ、ガンって。本当にガンの人に失礼だよ。すごい、プーって言ってるでしょ？でも出ないんだよね。じゃあ、まず一つ目のニュースから。はい。一つ目が、これはびっくりしました。静香ちゃんが最近ね、海の方に行って、水着配信をしてると思うんですけど、リスナーさんが、まあ、気づいたのかな、タレコミで違反をしていますと、ね、連絡をいただきました。はい。で、何を違反したかっていうと、静香ちゃん海の配信をしているんですが、静香ちゃんが使っているタオルを見てほしいと。アパホテルのタオルを仮パクしているというね、タレコミがありました。嘘だろーい！よう気づいたね、これ。写真送られてきたよ。これ、静香ちゃんが拭いているタオルに、下の方のね、アパホテルって書いてるんで、これ。で、これを仮パクしてるんじゃないかっていう疑惑でね、リスナーさんからタレコミがあったということです。でも、アパホテルのタオルって、あれってどうなの？持ち帰っちゃいけないのかな？そこら辺もどうなんだろう？あ、ダメなんだ、タオルは。中国人とか持って帰ってやるってニュースであった気がするな。タオルはダメなの？アメニティグッズじゃないの？じゃあちょっと静香ちゃんにね、
連絡したいと思います。金森誰だっけ、これか、 T で出るんだよね、出るかな。あ、何？買ったタオルとかあんのこれ。あ、初めて知った、アッパホテルのタオルを買えるって。それは知らなかった。じゃ買ったタオルなんかな。いや、わかんない、買えるか買えないかは。買えるって言ってる人いるからね。ちょっと出ないんだよね。でも俺もね、アパホテルのマスターなんだよ。なんだっけ、もう高ランクのアパホテル会員でさ、ダイヤモンドより上のランクにいるんだよね、俺。アパホテル泊まりすぎて。で、普通の人は10時チェックアウトなんだよ。でも俺は12時チェックアウトで無料でね、チェックアウトできるんだけど、で、アパホテルそんな泊まってる俺がね、タオルをよく汚したんだよね。まあ要するに、まあなんて言うんだろう、まあ汚したっていうか、まあいろいろジュースこぼしてね、それで拭いちゃったりとかして汚したり、ご飯でね、ちょっとミートスパゲティ汚したりとかしたんだよ。で、一応連絡して聞いたら、そのまま放置でいいですって言われたんだよね。うん。だから擁護するつもりはないけど、このタオル、その使い捨てなんじゃないこれ。だからね、ねえ、そんなわけないか、さすがにクリーニング出してるか。そうなの。ちょっとそこら辺のね、まあ、とりあえず静香ちゃんがアパホテルのタオルを持ち出して、ね、水着配信の時に拭いてることが判明したということです。この真相に関しては静香ちゃんに連絡して聞いてみてください。放送してる時とか。で、見つけてね、情報提供をしてくれた方ありがとうございます。最近全く出なくない？静香ちゃん？静香ちゃんは寝てるんだよね。だから最近出ません。俺の放送には。原田の家からも、ライトニングケーブル盗んだよな。そうなの？盗んだって、ああ、なんかあったね、そういうの。盗んだというか借りてたやつを借りパクしただけじゃないの。俺思ったのが、海じゃん。だからアパホテル泊まってて、それで、静香ちゃん、海行ったんじゃない？で、そのまま、タオルがないから、アパのタオルを借りて行ったんじゃないの？で、戻ってきて返したみたいなパターン。あ、そういうこともあるよね。自宅から近いの、海が。そうなの？家から近いって言ってたよ、海。ってことは、あのアパホテルのタオルはやっぱり謎に包まれるね。まあそこら辺の真相は静香ちゃんに聞いてください。じゃ次のニュースいきます。次がね、あ、これはびっくりしました。離婚です。はい。あの配信者が離婚しました。名前はこの方ですね。知ってる人多いと思うんだけれど。
離婚のやつどれだっけ、これか、あ違うこれじゃないか、離婚あれ離婚の画像、あこれか、右獅子さんですね。離婚届を提出しに来たと。5月ぶりの宇都宮市役所と。ちなみにですが、離婚届に記入漏れがあったため、不受理で、そのままなんだかんだ離婚も流れてましたと。今日は提出届を提出してきましたと。栃木県に2年間お世話になりました。宇都宮の家は8月末、新居の家は9月末で解約、お金貯まるまで神奈川に帰りますということで離婚したらしいです。はい。だから奥さんと離婚したはずだったんだけれど、もうね喧嘩しちゃって、で離婚したけれど提出したらそれが書類上の不備があって離婚ができてなかったんだよ。で昨日正式に離婚できる紙を提出したと。それで離婚が成立したってことだね。まあでも正直言って右父はね、結婚はまあ向いてないよね、仕事上ね。やっぱ俺が女だったら殺しちゃうもん、嫉妬して右父を。だから右父はもう一生フリーの方がいいよね。それを耐えて付き合える女の子はすごいよ。だから右父の彼女さんいい子ちゃんだったんだろうね、本当にケロちゃんね。来月再婚しそう、こう見えてね、右父は2回ぐらい離婚してるからね。そう、もう2回もね離婚したらもううまくいかないよ。ヒカルは3回目だっけ、ちょっと忘れちゃったけど。離婚届出してないよ。え、右出してないのこの離婚届。え、でも離婚届を提出しに来たって書いてるよ、これ。5月ぶりの宇都宮市役所って提出したんでしょ、これ離婚成立したんじゃないの。え、どういうこと。あ、離婚届を提出しに来た5月ぶりの宇都宮市役所ってこと？これ。あ、そういうこと？文が二分割されてたから、そういうことか。え？要するに、離婚届はもう提出して、そして受理されて、で、5ヶ月ぶりの宇都宮市役所に来たってことでいいの？これ、もともと。そういうこと？いや、でも右父、多分に、なんか、書類が不備だったって言ってたよ。だから、やっぱ違うんじゃない？それは。間違ってんじゃない？離婚届は記入漏れがあって不条理でそのままなんだかんだ離婚も流れました。あ、じゃあ離婚してないんだね今。そういうことだね。離婚してないけれど離婚届を出しに行った宇都宮市役所に5ヶ月分に来たってことね。俺の頭が悪くなきゃ。そういうこと。あ、よかった。今、すっきりしました。はい。離婚はしてないです。すいません、俺の勘違いで。じゃあ、ケロちゃんと右父は離婚してなくて、今、結婚してる状態なんだね。そういうことになるよね。ミスリードしちゃった。
しっかり調べろや、豚。電話しろや。いや、電話はいいでしょう。もうこれでな、理解できたんだから。じゃあ次のニュースいきましょう。ね。なんていうか、人は間違うこともあるんでね。これはみんなで作っていく放送枠です。指摘してくれてありがとう。じゃあ次いきますね。次は深夜直くんです。昨日1時半か1時ぐらいに裁判があるっていうふうに、噂とされていた深夜直くん。はい。で、実際結果どうなってしまったのか。これが不明です。はい。結果どうなったのか。はい。本人は、まあ配信で多くは語らなかったそうですが、でも結果的に、やっちょくんの言葉から出た内容としては、昨日、裁判ではないということらしいです。結果、新やっちょくんのね、裁判に関しては。で、今、ツイートも昨日ね、されてて、裁判が終わった後にツイートがあるってことは、まあ、少なくとも刑務所には入ってないって感じですね。金梅さんも心配してツイートしてました。あ、俺の、これ動画か。新やっちょが結賀のとこに行くとか、自殺をほのめかすようなこと言っていますが、閲覧が欲しいだけなので、心配しなくて大丈夫ですと。心配してます。はい。で、やっちょくんがなんでこういうふうなことを言ってるかっていうと、まあ、ツイッターの方で言ってたそうだね。こんな感じで。どれだっけ。結賀の奇跡を追うと。結賀の後を追うで死ぬ。気はないので安心してねと。奇跡をたどっていくんだ。生をもって感じることができる。生と死とは何も感じなく無になることみたいなね、内容で放送してたらしい。はい。で、やっちょくん自身裁判がある動画をね、リスナーさんがいただいたんだよ。で、裁判は結局どうなったかっていうと、やっちょくん自身は否定してるってことになりました。一応出しますね。これか。今日交番とか言ってた人誰？金林さん、あとヤミー、あと誰だっけな。今日僕の裁判とか言って間違えた、これは新野町の裁判ではなかったってツイートしたリスナーさん、どんな気持ち、どんな気持ち、ユータのリズムに合わせて、どんな気持ち、今日は交番じゃなかったけど、どんな気持ち、今日裁判だと思って傍聴で並んだ人、どんな気持ち、なんで今日僕の裁判。ちょうどですね、ちょっと反省してます。はい。でもね、雑談たぬきとかも調べてね、見たら、いや、やっちょの裁判は今日だっていう言う人もいるんだよ。やっちょくんが隠してるみたいな内容でもあるんで、これどっちなの？これ裁判あったの？昨日。なかったの？あったらなかったの？これわかんないんだよね。結果もわかってないし。なんか、裁判の名誉毀損で1時半から、ね、あるっていう、紙みたいのはあるんだよ。
でもそれがやっちょくんかどうかっていうのは該当してないんだよね。結果はその日に出ない？じゃあグミちゃん連絡してみるね。どんな気持ち？どんな気持ち？ゆうたのリズムに合わせてどんな気持ち？電話してみる、グミちゃん。ヘズマ最近奈良でさ、中国人とか外国人なんか撲滅してるね、今。うんこついて鹿せんべい食わしたりとかしてたよ、外国人の方に。主に中国人をターゲットにやってたね、うん、なんか中国の方がゴミをね捨てたりとか、鹿になんか食べさせちゃいけないものを食べさせたりとかしてて、それを撲滅してる。いいことしてるね。あ、台湾人かもしれない、まあ、確かに。まあどっちでもいいでしょ。アジア系だった、アジア系。出ないわ。どっちなんだろうね、裁判。いやでも裁判になって、でその実刑判決にはなってないってことでいいと思うよ。だって今家にいたりとかしてるからね。だから今日は公判じゃないんじゃない。でもやっちょくん自身いつ公判かっていうのを言ってないんだよね、うん、だから隠してるのは隠してるんだろうね、そこら辺。やっちょくんならなんかいついつね公判があるんですって言うと思うんだけど、それも言わないってことは慎重を期してるね。あ、一回じゃ決まらない？なるほど。昨日裁判があって、で、その裁判があったけれど、決まらない状態で次に決まるってことなんかな。そんなことある？一回で決まんじゃないの、裁判って。なんか、ゆいがさんの時もさ、一回で決まってたじゃん。あ、嘘！そうそう、なんか、中丸さんが昼の12時からね、暴露されるって聞いたんだよ、カトゥーンの中丸が。女子大生とアパホテルで密会？いいじゃん、それ。何がダメなの？未成年じゃないんでしょ？カトゥーンの中丸くんが女子大生の女の子と密会したの？え？結婚してるの？中丸くん。うわー、マジ。あ、そうなんだ。え、匂わせじゃないよね。匂わせとかじゃないよね、これは。アパのやつってことでしょ。ちょっと調べてみよう、ネットで。本当なの、その情報は。中村、中丸、中丸ってなんだよおい。中丸ね、本当かこれ。どこにあるの、暴露が。あ、本当だ。中村くんがアパホテルで女子大生と一回来たってさ、1月に結婚したばかりのように40歳のに20代女子大生を路上でナンパして知り合って一回場所アパホテルなのとか、帰りの際にタクシー代7000円渡したとか、なんか全部ちょっとずつキモいなと書いてる。本当だ、書いてる。
7000は分からんけど、1万渡してんじゃないのこれ。で、なんか中丸くんは休業らしいよ。各所に申し入れ入れたらしい。うわぁ、不倫だ。中丸くんね。マジかよ。1月に結婚して、新婚さんで出来たてほやほやなのに、なんで路上でナンパして、ね、女の子をアパホテルに連れ込んだんだろうね。ムラムラしちゃったのかな。中村くん。で、女子アナさんとね、結婚したの、うん、あのさ、すごく純粋だなと思ってたんで、俺は。まあ、10個違うんだけどね。でも、いい人だなと思ってたのに、まさかこんなことするなんて、ちょっと失望しました。もうちょっと、ファンやめます。ごめんなさい。こんなことするね、人はあんま好きじゃないです、俺は。ファンやめます。田崎は安心安全か？僕は浮気とか不倫はしてません、本当に。だって、佐藤さちゃんがいるんだもん。そんなこと絶対しないね。まあそもそも俺のことが好きで抱きたいっていう女いないしね。中村くんみたいにね、イケメンだったらさ、いいけれど。こんなブサイクが路上でナンパしてたら気持ち悪いじゃん。無理に決まってるじゃん、それは。中村くんね。言いづらいよね。中村くん。言いづらいわ。なんか似てるんだよね。ラ行だしね、最後の。ラリルレロ、ね。で、マミムメも。あ、これも、だからむずい。中村くんでしょ？中丸くんでしょ？難しいわ。ラ行が一緒だから。行がね。中村くんに電話しないでしょ。中村くん、中丸くんが不倫したよってしないでしょ。まあそういうことですよ。まあ中村くんね、ナンパして女子大生とアパホテルで不倫。ね。それで炎上して休養です。はい。アイドルも大変だね、本当に。そう考えるとキムタクって偉いよね。工藤静香と結婚してさ、浮気も不倫もしてないんだから。ね。偉いよね。そう考えると。何の噂もないからね。まあ消してる可能性もあるけど、それでもすごいよね。プロだね、ちゃんと徹底として。その訳があっていうのはね、それはネット情報でしょ、うん、工藤静香がすごいよね、うん、まあそういうことですよ、はい、じゃあ次のニュースいきます。次がこれはびっくりしました。はい。8月6日、まあ昨日ですね、ニコ生が、まあ8月5日に復活したんですけど、昨日の部分でニコ生のアプリも復帰したそうです。なのでアプリの方でも見れるということですね。だから気になる方はね、アプリダウンロードして見てみてください。はい。で、俺もなんかニコ生のアプリあったからダウンロードしてね、ログインしたらさ、ね、パスワードをね、設定してくださいって出たんだよ。ログインしてから。パスワード忘れちゃったよね、もう。だから俺、もうそのパスワードわかんないからさ、もうゲストで入ったよ。パスワードなんだっけな、俺。忘れちゃったわ。もう昔のパスワード。1111じゃないよ。もうゲストで入ってよ。うん。
みんななんかニコ生やってるのかなと思ったらかそってたわ。人もあんま見てなかったよ。だリスナー戻ってきてないんじゃないの。まあ深夜の放送で見たんだけどね。あんなもんなのかな深夜は。はい、まあそういうことですね。ナイスは250はなぜなぜ。よかった皆さんナイスをしてくださいね。リスナーさんのね気持ちをね俺は汲み取ってます。本当は今回イベントに出る予定だったんですけど負担をかけたくないという気持ちで、だからリスナーさんのナイスこそが俺にとっての祝福なんで押してください。お願いします。ナイスの賞金大事なんでナイス押してください。お願いします。お願いします。じゃあ次のニュースいきますね。はい、次が本タイトルです。お待たせしました。とある配信者がクビです。なんとあの配信者がクビになりました。その人の名前はなんとなんだー700ナイスいいですか。ちょっとお願いします。700ナイスで、発表します。あー言いたいなー、うん、あの人がクビになるなんて思いもしなかったよ。気になるでしょ。いや有名な配信者だよ。ちょっと700いいですか。もう早く言いたいね。うん。新鮮なうちに言いたい。もういいでしょ。700ナイスはもう譲らない俺は。お願いします。で、ナイスランキングも今ね、3位なんだよ。いい位置いるんで、これ。あれ4位になってる。デコルト姉さんと10ナイス差だから、もうパパッと押してほしい。お願いします。俺さ、ガチな話していい？リスナーさんのね、その笑顔が大事とか言ってるんだけど、俺一番心配してるのがリスナーさんの財布の中身なんだよ。ね、無理してさアイテム投げて財布の中身が少なくなっちゃって、そして俺の放送が消えてしまうという悪循環は作りたくないんだよ。だからイベント出なかったんだよ。ある、そんな思いやりがあるね俺をさ見てさ、なんとか思わない？あそこそんなこと思ってくれてたんだなって、優しいなって思うでしょ。だからナイスいい？ちょっと押してもらってお願いします。本当は後半出る予定だったんだけどね、出なかったんです。それはリスナーさんの笑顔がね大事だから。だからお願いします。ナイス、ここまで口説いてるのにナイス押さないってどんな人間なんだよお前。ムカつくわ普通に。なあ、笑顔だ笑顔だって言ってんじゃん、早く押してよ。俺を笑顔にさせてよ早く。ねえ、なんで俺を笑顔にさせないんだよ。早く押してくれよ。あ、来てるわ、売れてー、ありがとう、嬉しいよ。
でね、リスナーさんのためにね、これ、まあ、何もしてないんだけど、リスナーさんのため、とか言って何もしてないんだけど、とりあえず応援お願いします。いや、今ね、いいこと言おうと思ったんで、リスナーさんのために何かして、だとかさ、そういう話しようと思ったら、何もしてないなと思って、だからちょっと笑っちゃいました。自分で自分をつぼっちゃった。バカにしてないよ。ナイス、いいですか、ちょっと。あ、そう、リスナーさんのためじゃないけれど、自分のためでもあるんだけど、富士山登るんだよ、12日に。だからその富士山登る俺をさ、応援したいって方お願いします。ちょっと、あと一週間。テンション上げさせてほしい。応援したいっていう、その、で、動力源にしてほしい。ナイスで。お願いします。いい？押してくれないかな？今575ナイス来てるよ。お願いします。あ、デコルテ姉さん一昨日ぐらいになんか海配信してたね。スタイル良かったね、あれね。胸は残念だけれど、普通にモデル並みのいいスタイルしてたよ。体がいいラインだった。デュークだったけど、うん、デュークコスプレね。テープ貼ってた？姉さんスタイルいいんだよね、めちゃくちゃ。ちょっといい、早くしてよ、もう。もうリスタート姉さんどうでもいいんだって。早く押してくれよ、もう。遅いって。本タイトルの話させてよ。もういい加減にしてくれよ。大声出すな、豚。お願いします。あ、来てる。77人。うん。いつも言うけれど、いつも言ってるんだけど、700ナイス押してくださいって言って、700ナイス達成するじゃん。じゃあもう700ナイスの固定リスナーさんも現れてもいいんじゃない？なんでこんだけくどかなきゃ押さないんだよ。ねえ。もうちょっとそれはもういいじゃん。お願いしますって言ってたら、お願いしますでないぞ。押してよ。なんでこんなの時間かけなきゃいけないんだよ。ねえ。パパッとナイスでやっちゃってよ。亀さんみたいにのこのこしてたらあかんって。言われるまで忘れちゃうときあってごめんね。そんなことないよ。押してくれてるんだったら何でもいい。うん、じゃあ皆さん、いいですか？ナイス。押してください。あと40人、37人来るよ！さあ、言いたい！今回の本タイトル。ああ、言いたい！来るよ！来るか！いや！来るよー！来たー！700ナイスありがとうございます。とある配信者がクビ、なんとあの配信者がクビになりました。その人の名前はなんと！減ったんでもやりません。ちょっと、700ナイスでも固定にさせてよ、もう。ああ、じゃあ言いますね。とある配信者クビ、なんとあの配信者がクビになりました。なんとー、
この方です。キャリーちゃんです。はい、現在キャリーちゃん寮に住んでいて、まあ、新しく家を確保したんですよ。で確保したんですけれど、それは仕事をね、仕事が決まってるように住まわせてもらってる状態なんですが、なんとキャリーちゃん現在の仕事が風俗らしいんですよ。はい、風俗ね。で、二日前に入居したのかな？二日前に仕事に就いたらしいんだけど、昨日ね、キャリーちゃんが不満を爆発させたんだって。まあ、枠で、まあ、愚痴ってたらしい、お店のことを。そしたら、お店のことを特定したリスナーさんが、祝電を入れて、店長に、ね、暴露したらしいです。その結果、店長がそれを知って、キャリーちゃんを、まあ、クビにしたというね、流れが昨日あったそうですね。で、花屋とかイキリスト、そして山田部長たちが、なんか絡んでる内容らしいです。はい。じゃあ、ちょっとキャリーちゃんに電話してみますね。一応店長の優しさで寮は仕事が見つかるまでいてもいいらしいんだって。でお金もなんか借金してるらしいね、店長から50何万かっていう話も聞きました。あ、でも仕事中かな、この時間帯は。おはよう。おはよう。あ、キャリーちゃん昨日神会だったや、だったって聞いたよ。そうだね。また盛り上げちゃったの？でもメンタル、そっかそっか、メンタルね、確かに。キャリーちゃん、じゃあちょっと間違ってたら良くないから今から説明するけど、間違ってたら間違っていたって言ってほしいんだけど、キャリーちゃんは2日前に仕事が見つかったんだよね。2日前にというか、仕事を、前の、話し合いの時から見つかってて、2日前だね。あ、2日前に出勤したってこと？で、あ、そう。で、寮も提供してくれたんだよね、お店側が。そうだね。いいね、それは。で、まあ、2日間働いてて、で2日目の夜ぐらい、キャリーちゃんが深夜にね、お店の悪口を言ったって聞いたよ。なんかちょっとお愚痴みたいな感じでは、だったね。なんかこれ間違、これはちょっと間違ってるかもしれないけど、日当4000円だって聞いたけど、これ本当？本当だね。どんだけ頑張っても日当4000円なの？どんだけ頑張ってもっていう、一本単価が4000円。ああ、そういうことか。で、仕事が一本しか入ってなくて、1日1本で、で、まあ、だから、キャリーちゃんのは、なんて言うんだろう、店舗型なの？それとも派遣型なの？
派遣型だね。ああ。じゃあ派遣型で呼ばれたら行くって感じだね、じゃあ。そう。うん。デルちゃんってことでしょ？そうそう。うん、で、デルちゃんで1本で4000入るってことだ。だから、その、一本も電話がなかったらお茶を引くわけだからお金も入らないってことになるってこと？うん、そうだね。あ、もうあれなんだ、在籍してるだけでもう一本入らないともうお金もらえないんだ、これ。そうそう。うわ、大変だね、それ。そうなんだよね。あ、それはちょっと愚痴入れたくなるね。だし、なんか、うん、怖いし。確かに。店の人。あ、怖いの？なんか態度というか。なんか、ちょっとあっち系な雰囲気があるってこと？半グレ系かな、じゃあ。どちらかっていうと。なんて言うんだろう。でも昨日もね、なんかその夜中に話があるって呼ばれて、え、配信外？配信外。え、うん、それでなんか上の人がなんかいて、その店長ともう一人、なんか見た目ちょっとヤクザっぽいというか、でなんか配信で、なんか内情をペラペラ喋ったとか、そのせいで店に祝電が、あの店の内情を喋ったのが規約違反なので、なんか訴えるって言われて、で今病んでるの？でこれ以上配信で話したら、あなたの負債が増えるっていう、思っといてみたいな。あ、そうなんだ。まあ脅されてるみたいな。え、ちなみにキャリーちゃん、一応クビなんだよね。もうそうだね、店には名前載ってないね。で寮はでも追い出されてないんだね。なんか逆にここで追い出した、じゃないってことじゃ、これは。なんか優しくてより、次のとこ決まらずにここで出るってなったら逃げるかもしれないでしょみたいな。あ、なるほど。一応店長からお金を56万ぐらい借りてるの？残りが58万だね。あ、2万円なんで2万円増えてるの？もともとね、もともと58万ね。ごめんごめん。いや、もともと60だよ。あ、60なんだ。じゃあ2万減ったんだね。そうそう。あ、そうなんだ。え、それは何？何のお金なの？それはまあ生活費とか、私がちょっと友達や林会長に当時借金があったりしたから。あ、前のお店の部分の人なの、これは。そう、4月にね、ああね、のぶなまゆちゃんがなんか大阪に来てた時あったね。で稼ぎで、出たお店を私が誘われて、でちょっと体験で何とか働いて、で今後も働いてくれるならっていうので貸し、あの、お金貸してくれて。最近じゃないの？この前に借りてた金も入ってるってこと？前に借りてた金だね。あ、じゃあ今は借りてないんだ。じゃあ今は無一文？そう。7月に借りてる。あ、4月。で今寮にいて、配信はできるの、その寮では？いや、配信していいって言われてたんよ、
言われてたのにもうするなって言われて。じゃあどうすんの、配信できなかったら何もできないじゃん。そう、配信するなとか、あなたが配信したせいでお店に電話かかってくるとか、なんか私あらかじめ言ってたんだよね。でもなんかアンチとかの、ね、そうお店に対しての嫌がらせとか、もう今までもお店特定されてきたら、そういうのもあったから、特定されたらそういうことされることがあるかもしれないみたいな、ちゃんと言ってたんだね。私その祝電した人を訴えてなくって、私のことを訴えるって私のせいにしてるからね。でなんか配信も見てるっぽいよ、あそうなんだ、アプリ取って、でなんか、昨日キリストと花屋さんも店長と電話したりしたんだけど、そのこともなんか音声流してましたよねとか言われて。音声何、花屋かイケイスト流してたの？いや花屋さんは流してなかったけど、イケイスト流しなんだ、あの店長との電話の時ね。それもあなたのせいですよねみたいな。全部キャリーちゃんに降りかかってんの？そう、あなたが配信、あなた、そうだろ、あなたの配信者の知り合いで、あなたが配信しなかったらこうはなってなかったですよねみたいな。キャリーちゃんどうしたいのこれ今後。でも出たいよねここ。今何、閉じ込められてるってことなの？泣かないで。そう、仕事もクビになってるのに。確かに問われたなんか姫様みたいになってるよね。なんか私何のことも私のせいで、なんか上の人呼ばれて怖いよねそれは。本当にもう出たい、もう出ようかな。一回外出てみたら、別に外出ることはいいんでしょ。外出るの気分転換、出てみたらどうよ。もう丸一日何も食べてない。お金はないの今？お金がないというか全くないわけじゃないんだけど、コンビニも遠いし。そんな何、田舎の方にいるの今？すごく田舎だね。怖いね。じゃあ そんな簡単においそれと外出ても意味ないってこと？あでも、まあで、ま、あのね、一応 駅は、まあ、徒歩10分ぐらい歩けば、駅は行けるんだけど、今キャリーちゃん嬉しい言葉があったよコメント欄に。山田が助けに行くって、迎えに行く子、山田のコメント、迎えに行くよって言ってるよ。その山田がさっき言ってくれるのは嬉しいんだけど、なんかイキリストが、あのスカウトさん、をなんか紹介してくれてて、でその人が今お店次のとこ探してくれてるんだよね。でなんか山田に、助けてもらうならもうそれは紹介しないって。あ、じゃあイキリストに今止められてるんだ、山田の助けに行くことは。イキリストと山田が悪いみたいで、今じゃあがんじがらめされてるんだね、人間関係で。動けないじゃん、どうすんの。山田に横やりするなら紹介しないってなんか、でまあ言われ、だからキリストに助けてもらったから、なんか私も何も言えなかった、じゃあ山田とはじゃ絡めないってことだね。スカートのその見つけてくれるキリストが待ちってことだ、その言葉を信じてね。今後絡まないとかそういう話じゃないけど、そうだね、とりあえずね、リングでちょっと、
会えない。あ、焼肉行こうだって。うーん、行きたいけどね、多分そうなるともう邪魔ない、助けてもらいなって、うん、でも山田が、うん、なんか仕事紹介できるとかそういうわけでは多分まあないわけだから、ちょっと今はどうしても、うん、まあ電車でなんか出ることもできるんだけど、うん、とりあえずイキリストをの言葉を信じて待つだけだね。まあね、うん、でもねそれすら、うん、なんか仕事行くのも、うん、私が飛ぶかもしれないから、うん、保証人をつけてくれないと、え？と飛ばないようにみたいな。そこの出稼ぎ、次ここのお店クビになってるのに、うん、次の出稼ぎ先に行くことすら保証人をつけてからじゃないと行かせないみたいな感じになってる。保証人いるの？どうすんの？え、でも、うん、そんなこと言われても誰にもそんな頼めないし。そりゃそうだよ。なってくれるって言ってもそんなね、うん、いないじゃんそんな。うん。塞いかかっちゃうもんね。そうそう、別に私も飛ばないけど。今コメント欄で山田が保証になるって書いてるわ。え、本当に？山田本当なのそれは？え、私は飛ばないけどね、飛んだ場合、うんうん、の払わなきゃいけない。そうそう。山田はね、人助け好きだからね。前あのキャリーちゃんの彼氏、元彼であるコウちゃんのお金も立て替えてたからね。あ、そうだね。うん。それはちょっと一回キリストに、うん、ね、見て、山田が保証になってくれって言ってるけど、それは、うん、あれ、なんか山田の霊圧が消えたな。コメントがないもん。あ、霊圧消えたか。あ、いる、今なんて書いてた。安心実績ありって書いてるよこれ。あ、 OK ってことなんかなこれ。わかんない。なんか電話してこいって言ってたから山田がね。あ、ちょっと聞いてみるわ、その保証人の件も。うん、でもとりあえずキャリーちゃんは今がんじがらめで放送できない、まあそのね、寮にいて、うん、まあ要するにちょっとあの閉じ込められたお姫様じゃないけれどさ、うん、今それでちょっと待ってるって感じだね。じゃあ木を熟すまで、うん、それで、うん、まあ店決まって、うん、どうにも決まるまで、うんうんうん、出れない。そっか、で今やんじゃってるんだね。今放送はできないね。でも別にやろうともできるでしょ。あ、外に出てね、うん、だったらできるね。寮でするなって言われたけど。だから一応キリストのスカウトさんが見つかるまで待ちにならないとわからないから、まあ、猶予設けたら、もう無理だったら山田にね、迎えに来てもらうとか、そういうのじゃないと無理だよね。ああ、そうだね。うん、だから、さすがに1週間経っても何もなかったら、みたいなね。ああ、うん、一応なんか今日中に回答はするとは言われた。早いね。うん。まあ、とりあえず、うん。だからそれ教授に見つかればいいよね、それはそれで。そうだね。うん。多分キリストが見つけてくれるお店はいいとこだと思うよ。そう。多分だけど、うん。保証もつけてくれるって。ええー、それ嬉しいね、保証付きは。うん、キャリーちゃん、あの、でもちゃんと仕事すれば客つくと思うしね、リピーターも。うん、ただちょっと配信のあ、今日ね、足引っ張っちゃったみたいになっちゃってるもんね、やっちゃったから、まあ、うん、もう悪口言わないように しないとね、ケリーちゃん、うん、
だから、まあ、今後はね気をつければいいだけだし、だからキャリーちゃん頑張ってね。パルパルありがとう。あ、いいんだよキャリーちゃん、本当に困ったら連絡ちょうだい。うん、1日ぐらいならお家泊めれるから俺。本当にいいからね。嬉しい、そう言ってくれて。本当、いざ逃げる場所がなかったらおいで。一応彼女いるからね。ほらキャリーちゃんと俺が兄弟みたいなもんだけれど、嫉妬する可能性もあるからね。あ、そうだね。うん、だからあの佐藤さちゃんが美味しいご飯作ってくれるから。あ、うん。いつも。お父さんが美味しいご飯作ってくれてるね、うん、緊急避難部屋だと思って。まだ配信で誰も入れたことないんだからね、この家には。ああ、そうだよね。でキャリーちゃんは来ていいって言ってるからね、それどれだけ思ってるか分かってほしい。本当にありがとう、うんうん、じゃあまたねお姉ちゃん。またね、うん、弟。じゃ山田に聞いとくね。ありがとう。無限の彼方へ。はい、行くぞ。笑って。こらえて。やれんの！帰って。ってことですね。いや、ケリちゃんも大変だね、これ。なんで配信で悪口言っちゃうんだろうね、お店の。うん、どうしては悪い口言っちゃったの。悪い子ちゃんだねキャリーちゃん。山田にかけるか。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。山田さん、わあ、まずちょっとアイテムいい？ありがとうございます。お花の方だ。はい、君が今日のアラブ席やった。やつかや、君がダッブーン！君がいなきゃやってけなつきそい！ありがとうございます。高えてもらったからね。ごめんね、山田。うん、いいよいいよ。で、山田ね、さっき聞いてたと思うんだけど、うん。うん、助けに行ってあげれるの？いや、でもそれがさ、やっぱさ、うん、キリスト君が、あの、お店を紹介してあげるって言って、わって入ってきてるわけじゃん。確かにね。うん。で、そこで今、問題になってんのが、うん、鼻水の音うるって。あ、山田聞こえる？あー、オッケー、聞こえるよ。聞こえるよ。なんかね、こもってるね、声が。あー、本当に？嘘でしょ？あ、今聞こえる、クリーンに。あー、聞こえる？うん。で、イキリストと山田の問題だよね。ああ、それはまあ置いといていいねんけどさ、うん、ああ、置いとくね、うん。お店側はさ、そのまあ言ったらその業界ってまあ引き抜きだの移籍だのまあ借金ある状態でってなったらまた話変わってくるじゃん、うん、確かにね。でイキリストくんがあのお店紹介してあげるって言った兼ね合い、そのお店が要は58万円を立て替えてくれっていうのが向こうの要望やねん。あ、そうなんだ。58万建て替えが大事なんだね。まあ、保証人になるか、まあ、要は次の店が債権として請け負ってくれっていう。はい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 。で、はっきり言ってさ、あの、まあ、言い方よくないけど、その58万円、あの、うん、じゃあうちで面倒見ますって言って、あの、働けるとこある？いや、そのキャリーちゃんのポテンシャルとキャリーちゃんのことをどれだけ信頼できるかによるよね。まあ、よるけど今のお店も1日で、うん、まあ、お店の、まあ、文句垂れて店に報告が行くような状態でやで、うんうんうん、逆にちゃんとそれ、うん、保証もしてくれてキャリーちゃんが働ける先あんねやったらそれが多分一番いいと思う、うん、まあ、確かにね、うん、うん、でまあイギリスト君っていけずやからなんかあのなんか山田と関わんねやったら紹介せえへんとかさ、うんうん、でも今とさすぐご飯食べられへんって言ってんねんからさ、うん、別に俺がさ一食食べさせてあげるぐらいええんちゃうの。まあほら
今キリストがスカウト見つけてくれてるから、そこで山田と会ったら裏切ってしまうというね気持ちなんだろうね。今ご飯食べられへんねんで、キャリーちゃん言ったら、うん、今キリストが行ってご飯食わしたんの今すぐに。そこら辺はまあどうなんだろうね、わかんないよね。だから結局、うん、キャリーのためキャリーのためって言って今ご飯食べれてない問題も解決できてないじゃん。ただあのキャリーちゃんが一番ね、あのお願いしたいことは、うん、保証人になってほしいらしいよ。でだからお店紹介してあげる山田とは関わるなって言ってるイキリストが保証人になってあげたらいいんじゃない。つきましては借金立て替えてあげたらいいんじゃない。あ、なるほどね。そうで、そのせいでキャリーちゃんは俺をブロックさせられてんねん。で LINE もあのフワッチも。あ、そうなんだ。じゃあイキリストが全部今面倒見るっていう状態なんだ。そうそうそう。であれやん、言うたら連絡先もないのに行く言うたってさ、場所も分からへんし連絡もつかへんしさ、うん、うん、俺やったら今すぐ別にさ、ほんまにお腹空いててご飯食べられへんって言うんやったらすぐ行ったるけどさ、うん、うん、無理じゃん。そういうことね。その言い分を言いたかったってことね、山田は。あ、そうそうそう。でイキリスト君は放送つけたらさ、山田のリスナーが祝電したとか意味のわからへんこと言い出すし、本当迷惑だわ。あれでも山田とイキリストって仲良くなってなかった？絡んでるよね何回か。いやいや別に仲良くはないよ。いや、まあ、だって、うん、変なことは変やからはっきり言うよ俺だって、うん、あ、そう。あいつアキコママの一日店長の日も来えへんかったしさ。あー、なんかあったね、一日店長。あ、ちょっと俺も思うことあるよ、うん、いろいろ。なるほどね、そういう部分も兼ねてちょっと言っちゃったことがあったんだ、うん、そうそうそう、ね、思うところがあった、うん、で、キャリーちゃん自身今とらわれている、なんかキャリー姫みたいになっちゃってるんだよ。まあでもお店もそりゃ58万の借金あるまんまやで、言うたら一日で辞めるって言われた、うん、こうどうするかはそりゃそうするしかないじゃないけどさ、言うたら、うん、4月にお店で58万、うん、60万借りてて、うん、でそれ4月の時に飛んだってこと？じゃあ1回、まあだから、まあ、言い方はあれやけど多分そうなんちゃうかな。あ、もしかしたら1回飛んで、でまた出戻りした感じだけど、次はガチガチに固めたって感じなんだ、了解して。そうそうそう、うん、あ、なるほどね。一回裏切った信用がもうないってことだ。うん、そうそう。でもキャリーちゃんは寮で、そのもし引き取り手がいなくてさ、うん、寮でずっといるってなったら、さすがにお店もさ置いていけないよね。多分やけどお店は最終職先を出してくると思う、おそらく。とんでもないとこに追いやられるかもしれないところでしょ。まあそうそうなるんじゃない多分、うん、離島とか行かされるんじゃないこれ。いや離島はさすがに都市伝説やけどさ、うん、そうなの、うん、離島系じゃないの大丈夫。うん、大丈夫で俺さ、うん、あの今できること何かって考えてなんのキャリーちゃんが愚痴り出した時な、うん、写メ日記頑張ろうって。あ、なんか言ってたね、写メ日記。何なの写メ日記ってのは。じゃ要はあのウェブで集客するじゃんやっぱり、うんうん、ホームページで集客するじゃん。でその写メ日記が俺と花屋さんが見てどう考えてもダメな写メ日記やったからさ、うん、え、どんな写メ日記だったのちなみに。いや俺は送られてきた時拭いちゃった、うん、こんなもんで客つくかっつって、うん、言ってしまった。写メ日記とか写真もあったってこと。あ、そうそうそう、こんなもんで客つくかーって言って、うん、そう。写真はどんな感じだったの。キャリーちゃんの顔写ってたの。あ、写ってるけどやっぱそのなんやろ、うん、集客する気のない写真と集客する気のない内容、うん、あれじゃダメ。気になる内容言ってよ。いやいや、それはちょっとお店のなんかお店の風評被害とか。ああ、そっかそっか。そうそう、うん、お店側もやっぱりこういったことで、うん、あの変な電話なんのすごい迷惑してるそうやから。名前は出てるの。源氏名は、源氏名とかはもう雑タヌタとかに乗りまくってる。いや、それ言っちゃいけないの。俺今言いかけたけど、まあイキリスト君は昨日店長との通話をそのまんま放送に、うん、店長に無許可で流してたけど、うん、ああいうことしちゃダメだよやっぱり、うん、なるほど。
あれだよ、あの、あれだよね。あの、うん。なんか、童話に出てくる名前だよね。そう。確かに、ちょっと今、そんな状態、お姫様状態だもんね。かわいそうだわ。だからイギリスもさ、別にさ、そんな、かたくなにさ、山田と関わるんやったら、とかさ、そういう言い方したらんとさ、別に、できる時にできる人がやってあげれる状態にしてあげるのが、俺一番のキャリーちゃんのためやと思う。もし、イギリスが手引いたら、山田は助けたいってこと？ただ、保証人には絶対にならん。あそこはね。うん、それは絶対にならん。ただ、それ以外の方法で、なんか考えてあげる、一緒に。ご飯とか、うん。なんかそういう、なんか、まあ、うん、送り迎えぐらいはするって感じだね。そう。だって、結局、お店側は58万円の負債を今抱えている状態やのに、うん、勝手にどっか違うとこで働くだとか、あの、もう店倒産とそんな話できひんから、言うたら。まあね、まあ確かに確かに。うん。だからとりあえずできることはご飯食わせること、それだけ。まあ今そうご飯食べてないって言ってんのやったら、うん、一緒に吉野家行こうやぐらいは別にいいじゃん、言うたら。あ、そうね。だから何も食ってないらしいからね、お腹。そうそうそう、だから痩せちゃうよ、ガリガリになっちゃうよね。そうで、俺やったら今すぐ動けるから、言うたら。もう今すぐ行けるから。さすが山田ね。でも今寝てないんじゃない？いや、昨日の配信終わった時間から、うん、逆算したら、6時間か7時間はインターバルあったと思う。あ、じゃあ今元気もりもりだね、うん。そう、むしろ俺の方が寝てない、朝まで放送して。あ、そういうことか。そういうことだよ。うん。山田は今、動けるんだね、じゃあ。もうアップ終わってますね。はい。ああ、さすがだね。あと、キャリーちゃんがどう言うかだね。はい、そこは、そうだよね、キャリーちゃんから多分、LINE 解除して連絡来ると思うから、あとは、待つしかないね、それは。まあ、せやね。キャリーちゃん次第やね。まあ、とりあえずは。そうだね。あんまこっちからやいや言っていったっても、まあ、イギリスでまたキャンキャン言われて、かわいそうやし。で、今日はキャリー編だね。今日みんな、今日の番組はキャリー編です。キャリーちゃんが主役になります、今日は。間違いなく。はい。はい。キャリーちゃんが主役です。登場人物は花屋イギリスと、そして山田部長。他にも出るかもしれません。はい、こうちゃん。うん、こうちゃん。チャンネル番組はキャリーへ。はい。始まりますんでね。よろしくお願いします。はい、じゃあ、山田ありがとうね。うん、ありがとう。不思議の国のキャリーよろしく。はい。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。笑って。こらえて。やるんだ。キャリーちゃん大丈夫かな？大変だよね。キャリーちゃん本当に困ったら、1日ぐらい本当に止めるよ、キャリーちゃんね。佐藤さちゃんもいいって言ってるから、前言ってたからね、いいって。その時に一緒にご飯でも食べようよ。ね、その後に対策でも考えないとね。まあ、1日と言ったけど、二日でもいいしね。イギリスさん電話しろよ。寝てんじゃない？イギリスだったら電話、出んのかなこれ。一応電話するけどさ。あ、翔平だ、翔平。翔平、へいへい、翔平寝てんじゃないよ、これ。おはよう。寝てた？あ、お疲れちゃんだね。おはよう。翔平ね、電話して申し訳ないんだけど、キャリーちゃんの件を今日ね、タイトルにしたんだよね。キャリーがクビになったって。で、キャリーちゃん今、まあ、翔平も知ってると思うけど、とらわれみの、ね、アリスになってるんだよ。
でね、今配信もできなくて立ち往生してて、でキリストが助けてくれるって言ってたらしいんだよね。それ本当なの？助けへん。助けない。どうして？嘘だろ。なんかずっとす、うん、あいつ自分で動かんもん。今キャリーちゃんの中ではもう姫になってて王子様だと思ってるよ、キリストのこと。でも今は考えが変わってもうちょっと助けないっていう形になったってこと？擁護するつもりはないんだけど、さっき山田がね、コメント欄でキャリーちゃんと電話してる時に俺が助けに行くみたいな連絡来てたんで、山田がコメント欄で。でもキャリーちゃんは、いや山田はごめんなさいって断ってたよ。理由がキリストが私のためにいろいろやってくれてるから裏切られないって一応言ってたんだけど、そこはもう関係なしで自分で動かないからもう助ける気はもうなくなったってことでいい？助ける気なくなったっていうか、うん、なんか向こうの人と喋ったけど、今働いてるお店の店長さんと、こっちができることは提示したけど、うん、まあ、無理なんじゃない、その話聞いてるか、動かない、救いようがないってこと？そうそう、方法は提示してこうします、うん、みたいな感じで言ったけど、うん、もうその方法じゃ無理ですみたいな感じやから。あ、そうなんだ。じゃあもう救いたくても救われへんって感じちゃう。あ、じゃあもうなんて言うんだろう、何もうイキリストがやれることは やり尽くしたって感じだね。じゃあこれでもなんか山田がもうウォーニングアップして助けに行くって言ってる、山田が引き継いでもいいってことじゃこれ。あいつ何もできへんぐらい、てか誰も何もできへんぐらい。なんかね、キャリーちゃんと電話してたらお腹空いたらしいんだって。うん、でご飯食べたい、なんかご飯食ってなくて今ガリガリになってるんだよ。すぐ痩せるわけないやん。で一応山田がご飯行くかっていうふうに言ってる。どうでもいいわ。あ、そうなの。まあでも夜またなんか自分で何とかせえよな、飯とかも。32やで、あれ。あ、32歳なの。なんでキャリーって、え、一応キャリーちゃんのイキリスト編と花編はないってことじゃ今日は。多分。いや気になるな。あるかもしれないってことでしょ。うん、何が。いやだからイキリストとキャリーちゃんのコラボ配信今日。ないよ。ないの？いやもう宣伝しちゃって俺大々的に今日は。イキリストとキャリーちゃんのね、回収編が始まりますって言っちゃったんだけど、これ。ないよ。それないの？予告取り消しじゃん。うん。嘘だろ、おい。まあ、とりあえずキャリーちゃん、イキリストのこと頼りにしてるから、一回電話してあげて。いや。なんかパルの電話で要求電話したくなくなった。嘘でしょ？俺のせいになるってこと、これ。まあ、まあまあ、助けてあげれるなら助けてあげてね。よかったよ。ありがとうね、キリスト。電話出てくれて。また電話するよ。無限の彼方へ！あの日買ったん。笑って2万負け取ってさ。また変なこと言ってるわ。多分麻雀のこと言ってんだろうね。2万負けとかマジないから俺。うん。
かけてないから。いつもこういうオチでやるんだよ。麻雀で。いい加減しろよ、ほんとに。ってことですね。花屋連絡しろ。出るかな、花屋。あ、花屋ごめん、仕事中だったもしかして。あ、大丈夫ですよ、どうしたんですか。あ、今日ね、キャリーちゃんと、はい、キャリー、はいはいはい、今日本体でキャリーちゃんのやつやったんだよ、クビになったって。で、キリストがなんか助けてくれるみたいなこと言ってて、はいはい、で、多分花屋そこまでは聞いてたと思うんだよね。はいはいはい。で、今日キリストに連絡したら、はい、なんかもう助ける気なくなったって言ってて、理由としては自分で動こうとしないらしいんだって。あ、本人が。そうで、今頼りになるのが花屋ぐらいしかいなくなっちゃったんだけど、花屋はどうするのかなっていう。いや、僕はそもそもキャリーちゃんにね、うん、あのその金銭的な部分とか、うん、そういうのはもう鼻からできないって言ってたんですよね。いや、で、その何ですかね、あの、まあ、まあ、こうなるかなっていうのは、そもそも予想してたんですけどね。なんで、いや、昨日ね、キャリタにも言ったんですけど、うん、あの、パルロさん、風俗とか行ったことあります？まあ、多分、遠い昔にね、多分あるとは思うんですけど。うん、ないんだけどね。うん。あ、ないですか。まあまあまあ、ないです。はい。で、それで、まあ、うん。まあまあ、その、そういうのってね、行くときにサメ日記とかあるんですよ。ええ。まあ、要はね、それって言ったら、まあ、風俗行こうって言ってるお客さんが、うん、その、近況報告とか見てね、働いてる女の子の。はい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 。で、あ、この子行きたいなみたいな感じの、そういう日記とかがあるんですけど、ね。信用がだるもんね、顔出てるから。そうなんですよ。うん、まあ、で、その、まあ、もともとその店長さんが仕事のことについてね、まあ、これは最低限やってくれた。うん、で、そもそもね、うん、あの、10日間か1週間4日みたいな感じだったんですけど、うん、おお、一体出戻りやからね、信用ないってことで、うん、で、はいはい、まあそのこんだけやってる言うたら、要はやる気を見てくれみたいな、まあで、何ですかね、そのまあためにとかも見たっすけど、うん、まああんま本人からこうやる気みたいな、僕も客観的に感じられなかったんですよね。その内容はどんな内容だったの？なんか教えてくれなくてさ、みんな内容、あのね、内容っていうかね、うん、なんていうんですかね、内容はぶっちゃけ何でもいいんですけど、うん、写真とかの話ですね。写真っていうのは、その、もうまんまキャリーちゃんってこと？いや、っていうよりもね、なんかこう、うん、なんか男心をくすぐる写真っていうんですかね、うん、なんて言ったらいいんですかね、こう、うわ、この子行きたいな、みたいな。うん、うん。そういうの。伝えにくいですね。配信でも出せないです、ね。だから詐欺写真ではなかったってこと？まあ、詐欺写真でもいいんですよ、ぶったけ。ねえ、そうなるよね。うん。なんでもいいんですよ。うん。でもそんなんじゃないってことでしょ？そうです。で、あのサメ日記上げてた4枚目かなんかに関してはもう溶けてるんかなと思った。溶けてる。いや、僕にしてやったら確実にあんな上げたやつそこ消させますしね、ほんまに。溶けてるって何？ほんまに溶けてるかな、思う。溶けてるがよくわかんないんだけど、表現の仕方が。ふざけてるってことですか？あー、ちょけてるね。ちょけてる？そういう意味？あ、そうです、そうです。ちょけてんのかなっていう。キャリーちゃんのまんまってこと？まんまっていうより、うん。お腹出してたりとか、そういう感じ？まあ、それもね、あれなんですけど、うん、見せ方がウルトラスーパー下手くそっていうんですかね。ああね、例えばね、太ってる人とかでもお腹隠したりするじゃないですか、服で、うんうん、例えばその自分のそのマイナスなところをこう、そうだね、そう隠すっていうか、うん、っていいように見せるみたいな、まあまあ そういう感じのやつが、まあ、でね、まあ結論ね、もうあの、うん、なんていうんですかね、キャリーちゃん今のね、その
寮に住みながらどっかに働きに出るっていうことも昨日提案したんですよ。あの南にラポッチャってあるんですよね。ラポッチャ、ああなんかいい名前だね。うん、あの体重が75キロか80キロ以上で、うん、そのシャンパンをおろしたりとかじゃなくて、うん、なんかその食べ物唐揚げとかそういう、あズキティで働いてるとこかな。ああ多分そうです。働いてるところで、まあ、面接行った。だからその今寮としてね、寮費で1000円払ってるんです、働いてる時は。おお。で仕事じゃない時は1500円払ってるから、まあ、向こうからしたらね、スカウトをするにしろ何にしろ、うん、自分の見えへんところ、例えば都道府県またいでしまったりしたら、うん、逃げるかもしれんっていう不安要素あるじゃないですか。58万円ぐらいはあるんだよね、借金が。そうです。で向こうからしたら誰か保証人つけてくれって言ってきたんですよ。まあ、あのスカウト行くにしても、でその雇う会社があんねやったら、そこが保証してくれって言ったら、まあ、誰もしないし保証人がいないじゃないですか。だからそのなんていうんですかね、あの今のところで寮費を1日1500円払って、うん、働きながら、その例えば関空でもね、南でもどこでもいいんですけど、うん、まあ、働く提案したんですよ。でね、関空近いから、まあ、スキヤが1300円ぐらいですよね、時給。うん、だからまあそこ行ったらいいんじゃないっていうのはいろいろ提案したんですけどね、うんうん、それでも断ってるってこと。キャリーちゃん断ってるっていうか、まあ動こうとしてないとか、ね、あのイキリスがやってるのはその自分のことやのに、うん、その自分がこうなんていうか率先して動かないっていうところちゃうすかね。なるほどね。そこで愛想尽かしちゃったんだね、イキリスとは。だからでもね、結局ね、山田が助けに行くみたいな流れになってるんだけど。いやでもね、どの道これってお金どうこうつけへんかったら助けようないんすよね。これはもうだってあれだもんね、リアルの話だもんね。そうなんですよ。ではまあキャリーちゃん自身がやる気なかったら、うん、どんだけいい条件のところ行ってもやっぱ結局、うん、あのね無理やと思うから、うん、うん。じゃあとりあえずキャリーちゃんが動こうとしない限りどうにもできないってことだ。そうです。いやでね、まあ昨日ね、うん、あのイキリストが提案でね、うん、10万円貸すから一攫千金しようっていう話だったんですよ。そうだろ、それってまさかあの協定です。あの10万円貸すから、うん、その協定で、あのもう全部チャラにできるかどうかみたいな、うん、普通ね、普通断るじゃないですか。断るよね、普通はね。まあその10万円貸してくれんのやったら店長さんに返したいですってなるんですけど、うん、キャリーちゃんノリノリやったんすよ。ギャンブルで やりたいわって言ってたんだよ。いやだからもうそういう話とか聞いてたらもうちょっとねこう、うん、まあ冗談で言ってるかどうか分かんないですけど、うん、頭軽そうだもんね。いや買ったらいいっすよ、買ったら、うん、確かにね。いやそうなんですよ、うん、で返していくっていうか、今言うたら働いてないから収入の見通し立ってない状態でね、うん、そうだね、給料から返すみたいな、そんな根も葉もない話通らないじゃない。だからそれは言ったんですか。いやだから、うん、キャリーちゃんもマジ何考えてるんかなと思って、ちょっと僕も分かんないですよね、その話携わってますけど。キャリーちゃんは楽な方を選んじゃうんだろうね、きっとね。あ、それは多分あるかも分かんない、うん、俺と同じだ。まあだからそっか、じゃあ今日はキャリー編で花屋とイキリストと山田部長のなんか始まるよって言ったんだけど、今日はじゃあ予定としてはないってことでいいのかな。いや分かんないですね、うん、一応なんかイキリストはないって言ってたけど、いや多分ないかな。そうなんだ。いやだからこれ見てるとかじゃなくて、うん、まあそのできることはこれからも継続してやっていくんですけど、うん、まあ、どこまで見てもやっぱ本人次第みたいなところあるじゃないですか。見てまあ確かにね。だってその見てるね、うん、働く動向のベースの話って、もう僕先週土曜日に行ってるんですよ。ああ、そっかそっか、すごいねそれは。あの行ってで、まあ、その店長さんとも話して、うん、でこうこうこういうのだから1週間使用期間っていう形で2日目でクビみたいな。うわ、ん、やばいよねそれは。いやだからね、これなんかどこでもやりようないやりようないですよね、見捨てるとか見捨てるとか。でもちゃんと花屋は見捨てるっていうより、ちゃんとサポートとして、お金の金銭は無理だけどそれぐらいのサポートはするってことだよね。まあ、そう、いやだから僕のお金だったり生きていくと出したり全然違うと思う。うん、それってまたその段が変わるだけじゃないですか。
ん、提案はね、使用するって感じだね。あ、いろいろあるんだって言ってました。まあ、このワンしかないっす、うん、だから言ったら、キャリーさんに昨日2つ言ったんですよ。ポストニーを自分で見つけて、おう、リキッド紹介のスタッフのお店に行くか、うん、それから今のところに料費を毎日1500円払いながら住んで、うん、で、どっかに働きに出るか。じゃあそのパターンの場合、ポストニーなんて僕確認取ったんですよ。おう、まあ、料金もね、払ってたら向こうも助かるから、うん、じゃあその保証人いらないでよ、自分のところに行ってはるか。なるほどね。僕はキャリーさんに一応その見たって言ったけどね、選ぶん自分やって、他にもっとね、あの、うん、いいやつなんだったらそれであったらいいんですよ。なるほどね。あ、そっか、分かった。いや、花井ありがとうね。すいません、いつもありがとうございます。忙しい中、本当ごめん、マジで。ありがとうございます。また、よろしくお願いします。また、ぜひやってください。無限の彼方へ。さあ、行くぞ！笑って！こらえて！やれんな！立って！最終的にキャリーちゃんに報告しなきゃいけないね、これ、うん、今キリストが助けてくれるという前提で今動いてるから、キャリーちゃん、これで話してね、炎上ニュース終わるか。あれ、あ、キャリーちゃんお疲れ。パルパルお疲れ。キャリーちゃんね、うん、いろんな人に電話したんだよ。山田、花や、イキリスト、うん、昨日絡んだ人たちね、全員聞いてた。あ、ほんと、結果ね、まあ、うん、何も起きない今日。うん、なんか、うん、キリストが言ってたのもあるっていうか、うん、私も今でも待ってる状態だって、うん、それで自分で何にも動かないって感じだったけど、うん、一応私身内に連絡して、うん、ちょっと店長、あ、店長とは言ってないけど、うん、の借金があって、うん、額が残り58万だ。で、今借金返済大変で、うん、家賃も滞納しちゃって、うん、家がない状態で、うん、で、まあ申し訳ないんだけど、半分の30万ぐらい貸してもらうことできないかって、うん、もう最終的には身内に頼んだんだね。うん、あと、まあ、ただその身内の人は、うん、ちょっと私のおばあちゃんのことで、うん、ちょっとばあちゃんが体調というか、まあ、前に手術したり、うんうん、ちょっと大変な時だったから、うん、私の方に回せるお金はできないって。まあそっか、おばあちゃんの手術代とかあるもんね。なんか、うん、うん、あとはちょっと、うん、こういう状態だから、うん、保証も身内に頼ることもできなくって。だからキャリーちゃん的にはちゃんと個人で動いてるわけだね、一生懸命。一応お金を、そうどうにかしようと、うん、そう、自分なりには動いてたんだけど、うん、あのことはイギリスとも知らなかったと思うんだよね。うん、そのか、あ、あの身内に借りて、うん、半分でも借りて、うん、それだったらまあちょっと保証人とかなくても働きに出るかなとか、うん、ねえ。で、あと、
スカウトさんからの連絡も今待ってる状態だったから、しょうがなかったっていうのもあって、うん、であと花屋さんが言ってたそのエキリストが10万を買ったって、うんうん、いや、あの協定で一攫千金なんかっていう話、うん、まあ、私もそこはちょっと乗っかっちゃったんだけど、うん、なんか、まあ、こんな状態で言うのもおかしかったけど、うん、ちょっと、まあ、配信的にとか、そんな、それも面白いとか、そんな風に考えちゃってしまって、うんうん、それで、ま、負けたらまあ確かにキリストに10万借金が増えるんだけど、うんうん、まあそこはちょっと配信的なこと考えすぎたかなって、うん、それっていうのは思ってて、うん、で、あとあの山田から、うん、あの連絡も来てて、あ、来たんだね、おう、もうなんか飯行くか迎えに行ったぞみたいな、私も正直、うん、あの節約お金使わないようにしようと思って、あ、だから食べてないんだね、まあ自分で何とかしろよっていうのは、うん、本当にその通りだと思うよね。でも、ね、まあでもその助けてくれるなら甘えた方がいいよ。それだったら人の甘えがあるならいいと思うよ俺は。うん、私もね、うん、そりゃコンビニまで歩いてって、うん、買いに行ってって自分で何とかするべきだと思うし、うん、ただちょっとこっから移動ってなると、まあ、車もいるわな、うん、歩きだと疲れるもんね、まあ、っていうか、うん、あのこっから出稼ぎさまた次のところに移動ってなると電車代とかあるから、うん、ちょっと足りないとかってなったら困るから、うん、ちょっと節約でコンビニも行ってなかったっていうのもあって、うん、まあまあ普通は自分で何、うん、ね、何するっていうのもそれ、まあ、結果的には山田と今日コラボするでいいの？山田がご飯は連れてってくれると言ってる、うん、それに対してケリーちゃんどう答えたの？私はまあ正直それ連れてってくれるなら、うん、行きたい。ああそうなんだ、いいんじゃないかな、うん、ご飯行ってきない山田と裏切る、あ、裏切るかどうかの話、うん、裏切るつもりじゃないんだけど、うん、なご飯行くこととスカウト紹介してくれててお店、うん、次のとこと、まあ、また別で考えたらダメなのかなとか、あ、割り切らないとね、だって助けてくれる人多い方がいいじゃん。イギリスともそんな器小さくないから、山田と絡んだから絡まないのはないと思うし、でキャリーちゃんと動きたいような動きな、で腹も見はないけどね、うん、腹も見てるわ今放送、うん、やっぱ、まあ、山田もこう配信でこうなんだろうネタになるというか、うんうん、そうでっていうのもあるかもしれないんだけど、あ、ね、まあ、うん、飯ご飯連れててくれるんだったら、うん、まあ、頼らないとね。自分、そう、うん、自分で何とかしようと思ったらちょっと、まあ節約で買ってなかったけどご飯買って、うん、っていうのもできるけど、うん、
お金を使いたくなったっていうのが正直あって、それで食べてなかった。あとは、うん、ちょっと病んでて、うん、メンタル的にご飯も食べれてなかった。メンタル弱いだけはご飯食わないとな。うん、まあとりあえず山田が助けてくれるなら待ってるよってことでいいね。そうだね、うん、ちょっとご飯はだからまああれだ、パパ活みたいなもんだね。ご飯行くっていうことはそういう割り切りでしょ。うん、うん、だからキリストも理解してくれるよね、これ花屋もね、多分ね。うん、割り切りだ、いいんじゃないかな。裏切ってじゃないけど、うん、これご飯行くことと、うん、仕事のことも私も、うん、あ、なんかキリストがブロックしたって書いてる、これ私を、うん、ブロック終了って書いてる。あ、え、そのスカートさんにも頼んだらダメなのかな、それ。カートさんって言うと何の話？イキリストが紹介っていうより、イキリストが紹介してくれたスカウト、うん、に仕事紹介してもらうって言ってたんだよね。あ、そうなんだ。うん、そのスカウトさんとも連絡取ったらダメってことなのかな。いや、ブロックはイキリスト個人でやったから別にスカウト個人はいいんじゃない。そのイキリストが指示してスカウトさんがブロックしてる可能性もあるけれど、あ、でもとりあえずキャリーちゃんね、お腹空いたからご飯行ってきなよ。うん、うん、いや、まだ連絡取って行ってみたら。飯食わないと戦はできないからね。うん、うん、好きなもの食べてきな。でキリストもブロックしたって言ってるけど優しいからすぐ解除してくれるよ。うん、まあ、ショックかもしれないけどさ、あ、もう無理って書いてるよこれ。そし、どうしたらいいんだろう。なんか、いや、多分イキリストがもうブロック入れたら、うん、解除なかなかされないと思う。LINE もブロックしたってことかな。どうなんだろうねこれ。 LINE じゃない。あ、うん、私も、うん、でそんな裏切ってるつもりじゃなかったけどね、うん、あの仕事のことは仕事のことで、ご飯行ってくれ、うん、山田が連れてってくれることは連れてってくれることで、うん、それは別で考えたらダメだったのかなって思っちゃった。いいんじゃないかな、割り切りじゃん、ね、パパ活みたいなもんでしょ、うん、ご飯行くってのは。ワンちゃんお小遣いをもらえるんじゃない、山田から。うん、いいんじゃないかな。でもイキリストがなんでブロック入れたかにもよるよね。あの山田部長と一緒にご飯行くということでブロック入れたのか、もともと話を聞いてイライラしてブロック入れたのか。だから一応電話してみたら、終わった後に一回イキリストの個人にね、ブロックされてるかどうか確認のために。あ、なんか書いてるわ。こっち本気で仕事探してたってんのに、お前が何ご飯行ってんねん。ああ、ご飯だやっぱり。じゃあご飯は、うん、もう断る。だってそんな言われてもなんか、うん、私もそのキリストが動いてくれてたことに対して、うんうん、私も本気で感謝してたし、自分、うん、もう動いてたよ自分なりには。身内に保証人のこと聞いたりとか、うん、でももうそう言われちゃったんだったら分かった、うん、
うん、でもこいつマジで無理って書いてるから、多分ご飯行こうが行かまいがもう無理なんじゃない？うん、うん、だからじゃあ何も食えない状態で一日過ごすよこれ。あ、井上会長ありがとう。私はもう節約、うん、節約したくって、うん、食べてなかったのもあるけどね、うん、まあ、メンタルやられてたのもあったし、私これ裏切ったんってなるの、うん、そうだね、これはね裏切ったっていうかお腹空いたって感じ。わかんないよね、どういう理由なのかは。とりあえずまあなんとかするしかないよねこれ。うわありがとうスイカ。うん、ただでさえメンタルやってるのにもうどうでもよくなってきた。嘘でしょ、悪い癖出てるよ、もう悪い癖が。もう嫌だ、もうなんだもう、うん、その悪い癖出ちゃったらもうそこからもう後戻りできないよ。どれ本当に嫌だ、もう覚醒しちゃダメ、覚醒キャリアダメだよ。あーやばいよそれ。私だって頑張ってるのに。うん、否定されるとねちょっと嫌だよね。山田とご飯行くぐらいでそれがダメなの。彼氏と彼女みたいだよね。うん、大丈夫、お腹空いてるからもう行ってきたら。待って、自分でコンビニで買うよ。そしたらコンビニ遠いんじゃないの。まあ、歩いて10分ぐらい歩いたら。あ、遠いわ10分は。歩きで10分は遠いで。自転車置いてないの。ないよ。ああそう、なんていうコンビ、ローソン、ファミリーマート、セブン、ローソンだね。ああローソンいいよ、お腹いっぱい食べれるご飯ラインナップいっぱいあるからね。俺コンビニマスターだからわかるんだよ。パスタがいいよ、パスタが。なんかそんなに山田とご飯行くことがダメなのかなって。だって私今日ちょっと何もできないんだよ、うん、まあそうだね。だからそこは、うん、キャリーちゃんの気持ちいいんじゃない。そこはもう別にその仕事の件は仕事の件、うん、ご飯行くことはご飯の件で別物じゃないの。割り切りでね、いいんじゃない。うん、いいんじゃないかな。なんでそれがそんな裏切りになるの。だから山田とイキリスが仲悪いから、山田にほらねえ、その自分が動いていたのに裏で、それで山田に助けを求めているというその状態がまあなんか都合よく使われてんなと思われたんじゃない。都合よく使ってないけどね、うん、もうご飯も断るよ。そしたらそんなに思われるなら。でも断っても多分ブロックされたままだから意味ないと思うよ。だからそうまた感じがらみになっちゃうね。もう突き進みな、好きな方に。仕事しろって言われたってね、仕事できないもんね今ね。まあ、クビになって次のとこを探してもらってる状況だから、うん、だから どうするかねこれね。だからタウンワーク行く、コンビニって。それか私のリスナーさんもスカウト紹介してくれたから。ああ そっちでいいんじゃない。じゃあで、なんかね、LINE が来てて、うん、なんかリスナーさんから、どうしても保証人になる人いないならなろうかって。あ、いるならいいじゃん、そっち行きなよ。ね、リスナーさんならいいじゃん。だからリスナーさんに紹介してもらったスカウトに、うん、
仕事紹介してもらって、うん、でその保証人になってくれるっていうリスナーさんもいるから、そっちの方がいいじゃん、そっち行ってきなよ、そっちの方が確実なら行った方がいいよ。そうだね、うん、それ裏切ったわけじゃなかったけど、そうやって思われるんだったら仕方ないよね、うん、キリストにそう思われるなら仕方ないよね。ちょっと心残りなのイキリストのやつは。別に裏切った、うん、いや別に私は裏切ったつもりなかったし、なんかそこまで言われるのよくわかんないけど、うん、だからキャリーちゃん的にはもうとりあえずリスナーさんに頼る感じなのかな、じゃあ結果的には。うん、リスナーさんがスカウトマン、まあ、紹介もしてくれてたんだけど、うん、イキリストが紹介してくれたリスナー、あ、スカウトさんを優先はしてたんだよね。おだからとりあえずご飯食べに行かないといけないね。お腹空いたもんね。山田は断りでいいのかな。でも別に人がもう無理っていうんだったら、うん、そこはご飯行くのはいいんじゃない。 あかん、こいつマジでムカついてきたって書いてるイキリストが今コメントでもう多分怒ってるね。私別に裏切ってないよ。でもまあまあ確かに山田のやつ断ってたもんね。断ってたし、うん、でご飯と別に仕事のことって別だと思うし、うん、でどうすんの、行くのじゃあご飯まあまあそこら辺はじゃあ俺遠目で見とくね、離れてね行くかどうか。だからそこで明日の炎上ニュースちょっと組み込むわ、ネタのために。そうだね、うん、まあそんなになんかダメなことなのかが分かんないんだし、うん、別に裏切ってないし、うん、とりあえずご飯食べないと頭も回らないと思うんだよ。昨日から食ってないんでしょ。まあ、節約なのとメンタル病んでたから食べてなかった、うん、昨日から食ってないってことは2日食ってないってこと。昨日の昼は自分でコンビニで買ったんだけど、うん、あ夜から食ってないんだ。そう、もうメンタル病んでて、うん、ちょっと夜は食べてなかった。頭あんないよそれじゃあ。炭水化物取らないとね。冷蔵庫は何も入ってないの。うん、冷蔵庫には入ってないね。あ、そっか。じゃあとりあえず胃にね物入れてちょっと考えよう。うん、うん、大丈夫。うん、もうなんかメンタルズタボロだよ、うん、かわいそうに。もうしんどい、もうなんか、うん、なんかそうやってイキリストに言われるのもなんかなんでって感じだし。ああね、この状況で。あ、だから追い打ちだね。うん、うん、とりあえずメンタル直そう。いやんこれ赤飯なんて言ったの。ちょっとごめん、いいよごめん、音声が悪すぎて。何つったの。別に裏切りじゃないやんって思う。ああ、そうだね、そりゃそうだ。別に、うん、感謝してないわけじゃないし、感謝し本気で感謝してたから、うん、私も自分で動こうと思って、うん、保証人
ーのことだって聞いてたし。あね。あ、ユナがイギリスとか喋りたいって。パルパルと？キャリーちゃん喋りたい、イギリスと。グルツで？グルツする？私はいいよ。グルツするか？グルツ。やっぱお互いに話さないとね。うん。花山入る？グルツ。花山入るか？じゃあちょっとグループ2は作るわ。じゃあ待ってて。あ、来ちゃった、普通に。でも、俺の枠じゃなくてもいいけどね。イギリスト枠でもいいし。イギリストに連絡して、イギリストで やりなって言うわ。グループ2は。俺の枠じゃなくてもね。あ、イギリスとお疲れ。あの、キャリーちゃんがね、あ、俺の枠でいいの？うん、俺時間ないよ。あ、わかった、じゃあすぐ作るわ。うん、うん、はーい。はい。どうやって作るのか、グループ2は。オープンチャットじゃないよな。前作ったんだけど、グループ。グループは、これか？これじゃないな。アルバムでもない。オープンチャットか、これ。どう作るんだっけ、これ、グループ2は。あ、来てる、なんか。あったった、これだ。翔平と花屋キャリーね、今入れた。で、作った。で、これでこれで出るのかな、みんな。あ、お疲れ様です。あ、花屋、これさ、さっき作ったけど、できた？あ、はい、来ました、来ました。あ、キャリーちゃんいらっしゃい。パルパル、花屋もいるからね、あとイキリストが入るから。はい、お疲れ様です。今日俺時間ないから、さっき言っていい？あ、じゃあお願いします。ちょっと、いや、あのさ、自分に対していいじゃねんけどさ、キャリー、なんかご飯行くことぐらいいいでしょとか、山田が嫌いやからとか、そういう次元の話してるんじゃなくて、お前ってさ、そもそもさ、俺らがスカウトをお前に紹介してさ、まずお前のそのスペックで働ける場所って数少ないわけやん。じゃあ店側にそのスペックの内容を話して、めちゃくちゃこと細かに話して、保証がつけれるかどうかをめちゃくちゃ吟味して動かなあかんわけよ、スカウトの人間って。その中で本気で動いてんのに、お前は山田と飯って舐めてんのっていう話。いや、舐めてるとかじゃなくって、私はそれに対してそうやって動いてくれてるから、保証人のことは自分でちゃんとしないといけないと思って。いや、お前はそこだけしかしてなくない？保証人のことってさ、保証人お前立てれるわけないやん。まあ、聞いたりとかはした。うん、ただそれだけやん、やってんの。ただその仕事に関してはスカウトさんからの連絡、私は待つしかできないから。いや、じゃあだから、なんでお前が何もしてないのにノーノーと飯行ける時間があんの？お前仕事探すよ。じゃあお前自身でも働ける場所、
いや、それは探すけど、そのご飯ってそんな何時間も一緒に山田といるわけじゃないし、その自分でね食べに行くって言ったらコンビニとか自分で行けばいい話だけど、そのまあお金節約してたのもあってご飯買いに行ってなかっただけだけど、ただその1時間ぐらい例えば山田とご飯行くぐらいとか何時間も一緒にいるわけじゃないのに、それもダメなのかなって思っただけ。いや、お前自分の置かれてる立場分かった方がいいで。それは分かってる。おわやん時からそうやん。誰かおらなお前って何もできひんわけやん。で、何回も何遍も何遍もリスナーさん頼りやん。おわやん時もリスナーさん頼り、今回もなんか保証人うんぬ、うん、スカウトもリスナーさん頼り。自分の知り合いのスカウトにも一応連絡は入れてて。じゃあお前のスペックで70でさ、どこが雇ってくれるん、どこが保証つけてくれるん。一応フォーマットを送るまではしてたけど、そのいや、それ俺の知り合いのスカウトな。いや、自分の知り合いのスカウトにも私送ってた。え、何お前二重で送ってんのそれ。いや、イキリストから紹介してもらう前に自分の知ってるスカウトに送ってて。送ってどうな、どうやったん結局。いや、まだそのやり取り途中だったけど、イキリストからスカウト。何日前。昨日。でもイキリストから紹介してもらう前の話だね。でも、じゃあそいつに紹介してもらいな。でも紹介してもらったから、そのイキリストに紹介してもらったスカートの方を優先しようと思って、そのもう一人の人とは連絡取ってなかった。お前くらいじゃないって。昨日も言ったけど、保証つけてキャリーちゃんが働ける風俗なんかないって。キャリーちゃん10個あと年上がったら分からんけど、ほんまにガチでない。俺だから昨日スカートのランクの話したんや。 A プラ A マイナス B プラ B マイナス B C プラ C マイナスって。で、俺キャリーちゃんは別に容姿批判をするわけじゃないけど、そのキャリーちゃんのそのスカウト的な観点で言ったらもう一番下の方やからさ、 G マイナス。いや、だから今日羽根がいい、うん、ごめん。で、あとさ、お前さ、そのもともと俺に紹介してもらう前にさ、そのスカウトを使ってたやろ。そのスカウトってさ、お前が困ってるからじゃ働き口じゃ探すよっつって善意でやった行為を、お前俺が入ってきてすぐ乗り換えてんねやろ。そういう気持ちもお前は終わってんねん。いや、善意でっていうか、その久しぶりに連絡して、あの探してもらえませんかって言って、あのいろいろ理由は話してない。借金とか人の気持ちをお前は何も考えてないね。お前そもそもスカウト使って自分の知り合いに頼んでたやろ。じゃあそのスカウトはお前のために時間割いて動いた時間があるわけやん。そんなんも考えずに次、あ、こっちの方が条件良さそうやからっつってそっち行ってんやろ。その人としての気持ちがお前終わってるよ。で、その説明もこっちにないやん。それはね、まあちゃんとね、お前人の善意を踏みにじりすぎ、マジで。なんかやってもらって当たり前やし、それでよう飯行けるなと思うし、お前遊んでる場合ちゃうで。今言っとくけど、もう借金まみれやねんから。遊ぶわけじゃないけど、ただここにいて、そので、お前なんか自分に立場弱くなったら泣きゲーやろ。全部お前から、お前の身から出たサビな、これ。うん、自分のせいなのは分かってる。自業自得なんじゃない。それはその通りだと思う。自分のことでこうなってるの。自分で何もできひんや。花屋に助けてもらって、え、俺のリスナーさんに助けてもらって、住む家も用意してもらって、え、本当に。お前今だってさ、現に過ごせてんのってさ、花屋と一緒にその店に行ったからやろ。もともと働い、あの借りてた職場にも行ったわけや。そう、花屋おらんかったらお前無理や。全部人任せや。何もかも。いや、本当に感謝してるし、その当たり前に思ってるわけじゃないよね。じゃあさ、周りの人が動いてくれてる間にお前はなんで遊べんの。遊ぶんじゃなくって、ちょっとご飯だけ山田がなんか怒ってくれるっていうから、そのあのさ、遊びに行く。ふわっちのなネタで絡んでいるかも知らんで、け
けどさ、別にネタでも誰も損にならんネタやん、これってお前が助かったらいい、誰も損にならんねん、別にマイナス被ることはないんよ。矢野にもかかわらずお前はなんで自ら行動せえへんの。なんで本気で動いてるくれてる人がさ、花屋とかもおる、そのお前が前使ってたスカウトもおるのに、なんでお前は遊べろん。いや、私もその遊ぶつもりじゃなくってご飯にちょっと自分のお金節約でご飯行ってなかったから、ちょっと山田にご飯おごってもらうだけで、別に遊びに行くつもりじゃなかった。なんでそこ人頼るん。若手飯食えよ。お前何百円もないの。いや、ないお前がウーバーしたりしてるから金なくなるんじゃない。お前がそうやってボーイズバーに10万円の賭けがあるから金なくなるんじゃないの。お前自分自業自得やねんけど。え、だから分かってる、それは。てかだからじゃあ山田に断ってコンビニ行って買うこともできるけど、今の。いや、もう俺お前無理マジで。そう、知り合いのスカウトにももう、あの、探さんでいい、ごめんなって俺から言うから、もうお前無理。もう自分で行動起こさんや。分かった、ごめんなさい。以上、ありがとう花屋。パルありがとう。はーい。ちょっと僕もちょっとあのね、これすごい長くなってる、端的にいいですか。あのさっきね、多分お伝えできてなかった部分もあるんですけど、そもそもね、この、まあ、60万合計借りてんのって、まあ、お店やられてるオーナーの方が借りてるんですよね。でその借りた経緯で言うと、まあ、いろんなところに借金があったから、10万15万20万みたいな感じで複数に借りてたから、キャリーちゃんが一本にまとめたいっていうことでね、その方が全額渡してくれたんですよね、借金の一本化っていうかな。いや、でその人にまとめたっていうことやねんけどさ、キャリーさん、これさ、今言ってた話でもな、リスナーさんが提案してくれたから保証人になってくれるみたいな、それってもともとさ、このお店の人がね、被ってくれたわけや、そのリスクを。やのに、そのそこの部分でもともとの返済のあれって毎月10万円っていう話だったけど、それが全く一切で滞ってるっていうところで今この話になってるわけやんか。でまたさ、リスナーさんがその保証人になってあげるってなったら、そのリスクを言うたら、この今のお店の人に移したのに、また別の人に移すみたいな。いや、これさ、無限に続くわけよ、ギャリーさん。で、その提案に乗っかるっていうのもね、そのちょっと俺どうかしてるなと思うのよね、ギャリーさん。いや、でもね、俺さ、その昨日も今日もさっきも言ったんだけど、なんで俺キャリーちゃんにさ、別に養子リストをしたいわけじゃなくて、キャリーちゃん自身が今のその自分の状態っていうのをあんまり理解してないんかなと思うから、さっきも言ってんけど、スカウトってやっぱり養子と年齢、この2つがかなり重要し、重要なとこを占めてくるのよね、マシア風俗って。はい。うん。ってなった時に、フル側もさ、その人の養子とか年齢で入れける店、交渉っていうのをするわけよ。だから俺はさっきランクのことを言ったし、キャリーちゃん自身も自分のランクっていうのが、まあ見る人によっては C に行く人もおるかもしれんけど、多分 C マイナスだよね。これは別にちょけてるとかバカにしてるとかおちょくってるとかじゃなくて、仕事風俗の仕事する上でね、あの言ってる話だよね。だからそのキャリーちゃん自身がその風俗に固執する意味も俺よくわかんないのよ。はい。でね、そのスカウトスカウトって言うけど、はっきり言ってさ、スカウトもマジで入れる店ないのよね、ほんまに。俺も10年ぐらい飲み屋やっとったからさ、キャリーちゃん、俺がね、どっか、何現役でやってる時に、振り先なんかないもん。はい。で、現にね、その風俗で働いてもさ、客も取れてないわけやんか。はい。うん。いや、だからそこに固執する必要っていうのも俺ないと思うのよ。だからその自分のさ、その働く言うたら、なんていうのな、あのスカウターじゃないけど、その能力値っていうかな、自分のその立ち位置っていうのを理解する必要があるし、だから東京に行った面接の話も無理やって言ってん。はい。東京に行って単価7500円の面接で働くって言っても、大阪で取られるのに取れる原理がないし、でね、そのリスナーさんから来た人がスカウトやるって言っても、どこの店で働いても一緒なんよ。はい。
いやこれ別にもう一回言うけど、キャリーさんの容赦批判してるわけじゃないけどね。いやだからさ、その保証人の話とかも意味分かれへんからさ、マジで。いやそれもう絶対その人に保証人させたらあかんで。はい、だって今のそのお店の人がさ、言うたら肩代わりしてくれてんねんから、また増えるだけやんか。いろんな人を巻き込んで、いろんな人にリスクを置いてるだけなんよ、キャリーちゃんは。いやだから別にリンクでも面接行ってきたよ。なんかもうここのお店にいるのがもう本当に嫌で。いやあのな、キャリーちゃん、昨日言った二択覚えてる？そこのお店の人はキャリーちゃんが保証に置いてくれないと不安、これは信用なくしてるのはキャリーちゃん自身の行動なわけよ。で保証に用意できへんのやったら、その家にね、料費を払いながら住みながらね、仕事をするっていうのが向こうも納得できる方法やんか。俺だから昨日2択言ったわけよ。でね、その例えば身内の人がね、保証になんねんと分かんねんけど、全く見ず知らずのね、キャリーちゃんの愛想見てる人が保証人になるって、こう意味合い違うやん。はい。なんでその、いや身内に迷惑かけるのは知らないけど、まあ、赤の他人にさ分かってて、そのなんていう迷惑かけるっていうのは違うと思うし、でその嫌なん分かるけど、こうなってる状態もさ全部キャリーちゃん自身のこうなんていうツケが回ってきてるだけやから、なんか訴えるとも言われてるので、私そうやって、まあ、店の誹謗中傷みたいなところやろ、それは俺も軽く喋ったけど、はい、まあその恩を肌で返すってところやから向こうも腹立つでしょそれは。いやだからその関空近いやったら関空割りかし給料良かったからさ、そんなんもキャリーちゃんが見たらいいんじゃない。別にさその58まで大金やけど無理な金額じゃないと思うから。はい。キャリーちゃん、その保証人のやつはマジで絶対あかんからな、絶対断りや。わかりました。ごめんなさいね、パルパルさん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございます。キャリーちゃん元気出た？まあ元気出たっていうか、なんかもう本当にしんどい。まあそうだね。花屋さんが言ってることはわかるけどね。ここで話まあね、ちょっと、まあ、二人からねちょっと。説教じゃないけど言われたからね、ちょっとメンタルズタボロかもしれないね今ね。うん、あ、中村くんが喋りたいってなんか角来てる。入れていい？あ、中村くんからもなんか LINE 来てたな、うん、一回入れよっか中村くん。入れたよ。うん。
あ、中村くん。パルちゃん。あ、聞こえるよ。聞こえる？うん。ごめんね、中村くん入れちゃって、LINE。中村くん。ああ。ごめんね、なんか、朝ちょっと、ね、その時寝て。あ、大丈夫。電話もしてないから大丈夫で。電話したっけ、俺。なんかね、朝の8時ぐらいにかかってきてる。あ、マジ？うん、ごめん。キャリーちゃんはさ、うん、東京の方がいいんじゃない？中村くんそう言ってるね。うん、圧倒的に東京の方がいいよ。うん、そう、なんか、なんか惑わされてるけど、大阪は結局大阪で田舎だからね。うん。うん。なんかただここを出るには、うん、保証人をつけなきゃいけないとかって。そんな逃げちゃいなよ。正直保証人は無理だからね。でもキャリーちゃんさ、キャリーちゃんは基本的に住みたい場所を決めれる権利があるのね。だから別に東京で返すから、もう黙って東京来ちゃった方がいいんじゃない？お前さ、保証人になったね、中村。別に俺が保証人になったところって別に払わねえよ、金。いやいや、意味わからへん。お前さ、だって別にさ、まあいいけど、保証人になるのは。お前そこまで言うんやったら無責任なこと言うなよ。あ、わかったわかった。じゃあ俺保証人になるから、それでいい？お前じゃちゃんと書面に書くねんな。別に書くよ。でもお前さ、払わないって言ってたし、飛ばしたらいいってどういうこと？別にそっちのさ、大阪のルール別に俺が従う。いや、大阪のルールじゃなくて、今そのね、本人のルールに別に従う気もないから、別に俺はね。いや、承認なんてクソくらいだから、こっちからすると。いや、こっちからするとじゃなくて、そもそも別に連帯保証人になるわけでもないし。借金を一本化にするっていうことで60万のお金を出してるわけ。だから出してるのはいいんだけど、本人が住みたいところに住ませてもらえない状況っていうのがおかしいでしょって。いやいや、それは信用をなくしてる結果の話やんけ。で、お前がそんな信用をなくした結果とか言うんじゃなくて、別にね、お金を返すって言ってるんだから、別にそれ以上じゃない。だってそれ以上縛れる。じゃあお前どういう風な仕事をすんねん、具体的に言ってみろや、そのプラン。だから東京で別にね、同じ仕事か別に昼の仕事でもいいじゃん。いや、昼の仕事やったら大阪でもできるし、東京の意味がないやんけ。別に東京のお仕事いっぱいあるんだから、こっちの方がよくない？別に大阪でもいっぱいあるんだけど。ない。東京じゃないとダメな理由はないやん。だって実際さ、東京に大阪だったら仕事全くないじゃん。稼げてないじゃん。お前東京でいっぱい仕事あんのに、お前無職やん。説得力ないねんけど。東京で無職誰が？お前。俺？全然仕事あるって俺。いやいや、仕事は今やってて。お前無職やん。今やってきた。東京いっぱい仕事あんのに無職やん、お前。やるにも説得力ないねん。昼の仕事だろうな。あるかないかじゃなくて、お前の言ってる発言説得力ないし、無責任すぎるんだけど。無責任すぎる、無責任かもしれないけど、そこまで縛る権利はないからね。無責任なこと自覚した上で発言するのやめとけよ、お前。とかじゃなくて、借金をね、貸してしまったがためとか、まとめてしまったがためにって言って、そこまでシガリーちゃんを縛りつける権利はないんだよ。いや、権利同行の話じゃない。そもそもじゃあ別にそれだったら法律で訴えればいいじゃん、ギャリーちゃんのこと。なんて？訴えればいいじゃん。何？訴えればいいじゃんって。訴えればよくない？だってそんな。いや、じゃあ、訴えるとか法律的な話をしてるんじゃなくて、お前今言ってんのすごい無責任やろって言ってんねん。だから無責任って言ってもさ、東京来たら家だって用意できるよ。いやいや、今別に住むとこあるやんか。お前な、東京で例えばお前の知り合いがね、ストープなり風俗を経営していて、こんだけの給料確実に支払えるよ、キャリーちゃん。俺が口聞いたるから。だから東京に来ないよ。これやったらわかんで。でもさ、お前そういうつてもなくて、ね、具体的にいくら稼げるとかいう確証もなくて、東京に住むとこあるから、東京は首都だからとか意味わからん話してんの。だから違う違う違う。もうさ、キャリーちゃんは無責任なこと言うなって。東京で働く口がありますよって言って東京来る。いや、それもまだ決まってない。でもそういうふうに言ってたでしょ。でまだ決まってない。でもそういうふうに決まってたじゃん。キャリーちゃんはそう言ってたでしょ。決まってないよ。今からこれからね、詰めて話をしていくって話。お前がさっきの段階でしてた話は無責任すぎる。
もうでもどうしようもないもんね。だってキャリーちゃんが嫌だ嫌だって言っててさ、そこに縛り付ける権利とかもなくない？いやいや、キャリーちゃんは嫌だなんて言ってないやん。言ってた。いや、嫌だって言ってんじゃん。キャリーちゃん嫌な。働きたくないって言ってんじゃん。いや、働きたくないってそもそも今の既存の店では働かないよ。信用ないから。働かないんだったら別に東京でもよくない？うん。いや、だからそれなったらお前が保証になったれよ。じゃあなるって言ってんじゃん。お前そのちゃんとお前払うの？払うわけないでしょ。バカじゃねえの。払うわけねえやん、そんな。何の保証にやな、アホな、お前。だからちゃんとさ、ね、弁護士用意して、弁護士が作った、ね。じゃあ俺さ、俺金出すから、お前公正証書を巻くから、お前そこに名前貼って。公正証書までは巻かないね、俺。いは？お前保証になんねやろ。俺その費用出すから。そこまで、じゃあそこまでやるんだったらそこまでやればいいよ。いやいや、そこまでやるとお前それで保証に入んねやろ。いや、保証に公正証書までは開かないよ。お前今入るっつったやんけ。お前公正証書にはなるけど、保証人にはなるけど、公正証書までは開かないよ。なんでやねん、お前なる言うたやんけ。別にそれはなるつもりは全くない。なんで？ただ保証人にはなったけど。ならないね、それ。書面上の、書面上の保証人にはなったけど。強制力あるものにはならないって、どういう意図やねん。え、だって全くその通りだもん。だから書面上で契約書に俺の名前書いてあげろよ、全体保証人で。その代わり別に俺は公正証書巻くつもりは全くない。キャリーちゃんが支払い届こうった時に代わりに支払うもの、ね、その別にさ、キャリーちゃんが東京に来ればさ、別に何も怖いもんないもん。じゃあ公正証書巻けよ、お前。うん、その風俗の店長がどんなね、チンピラ用意するか分かんないけど、いやいや、東京さえ来れば大丈夫だから、守ってるから全然。それ言うんやったら公正証書巻いてええやんけ。お前だから公正証書巻きませんっつって。なんで？いや、理由は言いません。いやいや、理由は公正証書は巻かないけど、保証人とか連帯保証人の書面には俺の名前書いてあげるつもり。飛ばすつもりだからだろ。え？飛ばすつもりだからだろ、お前がそれ言ってんのか。だから別に俺、連帯保証人の欄に俺の名前担保してあげるから、公証人はね、あの公正証書は巻かないっつよ。ギャリーさん、あのさ、なあ、これ別に中村に言ってること別にさ、そのままやな、あの、鵜呑みにしてもいいけど。これやって俺たぶんさすがにぶち切れるからな。はい。お前さ、何も口で出さんって今このやりとり聞いてるけど。キャリーちゃん、そんなん、もうキャリーちゃん住みたいところとか、キャリーちゃんが働きたい場所があるんだから、東京の方が絶対楽しいじゃん。ね？大丈夫、ね。大阪のチンピラがいくらで動こうと思う、東京だったら大丈夫だから。俺が保証してあげる、それは。似てるやん、じゃあ東京、キャリーちゃん。うん。行きなよ。大丈夫だよ。東京だったらマジ大丈夫だから。いや、ちょっと今は全然守れる。東京だったら東京とか埼玉だって全然守れるから。そのチンピラがいくら来ようと無理だから。さすがに今はおいで。はい。ちょっと店長と話して。キャリーちゃんどうするのよ、だって。まあ正直、ここに。だってさ、キャリーちゃんなんて配信やってんだから逃げれないじゃん。そもそも論。でしょ？ねえ。だからゆっくり返してあげんじゃん、そんな。無理に取るっていうのは法律上無理なんだから。それを訴えることしかできないんだから。なんかもうちょっと。好きなところに住みなよ。で、大阪とかあれでしょ？ちょっとずつ返していけばいいじゃん。いや、東京でそんな。その、今の店長から。うん。とりあえずちょっと話してみる。どうしていくか、ここで。でも、もう稼げないし、今現状返せないんでしょ？だって今。この店ではね。この店はもうクビなってるけどね。でしょ？ただ寮に入ってるっていう。だから、こっちだったら、越谷の方で、ね、リスナーさんが4万で家賃、4万で貸してくれて、そこでちゃんと仕事見つけて、もう一回やり直せばいいんだよ。今回でも花屋さんにね、話し合いついてきてもらったり、うん、世話になってるから、うん、ちょっと一回ここでは決めれないかな。
店長に話してから。だからキャリーちゃん怖がって大阪にいるぐらいだったら東京来た方がいいよ。怖がってるとかじゃない。ただお世話になったからなってるから、うん、ちょっと今ここでは決めれない、うん、あのちゃんと店長に話してからにはなっちゃう、うんうん、まあで今のさ状態キャリちゃん良くないでしょって、うん、何も進歩しない。よくはないね。うん。みたいとこに。一回環境を変えて、やっぱ仕事の量が多いところで、ね。うん。ちゃんとスカート用意して、そこで働くなり、昼の仕事用意していくなりした方がいいって今。それも踏まえて、ちょっと。もうだね、話してみないとね。うん。別に遊びたいわけじゃないんだけど、その。そうで、こっち来たらさ、キャリーちゃんのね、給料とか、ね、その、住むところとかさ、ね、エンディとかでさ、ね、管理してくれるわけじゃん、収入とかさ。その中でちゃんと働いて、そのうちの中で、まあ、エンディこれぐらい返せるってなった時に、返せばいいじゃん。使っちゃうでしょ、キャリーちゃんだって。あ、ちなみにエンディはちょっともう絶縁したけど、ね。なんでやねん、もう。なんでエンディといつの間に絶縁してんの。だから、ちゃんと給料管理してくれる人いないとダメだよ。なんか適当にボン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 使っちゃうんだから、キャリーちゃん。今の状態だって、どんなに稼ぐことも変わんないって。まあ、とりあえずキャリーちゃんね、話がまとまってからまた中村くんとかいろんな人に相談してね、終わるのもいいかもね。そうだね、うん、ちょっとあんまり人頼りすぎない。今はお腹空いてるでしょ。だからそこでご飯食ってね、考えまとめよう、ね、中村くん。そうだよ、うん、じゃあ落ち込んでたらダメだよ、うん、キャリーちゃん働けないって今。そんなんじゃ。ありがとう。うん。じゃあ一回解散しよっか。うん。うん。キャリーちゃん今さ、落ち込んで喉に手、ね、食べ物取らないでしょ。そうだね。結構メンタル病んでて。でしょ。気にはならなかった。あれどう思うこれ。いや、キャリーちゃんお腹空いたってさっき言ってたから喉通るよ、うん、今、うん、まあでも昨日は通らなかったんだもんね。昼から食ってないもん。うん、そうだね。ちょ、コンビニ弁当がちょっと多くなってるかな。そばかそうめんだね。そうだね、うん、ダイエットにも。で、中村くんが、キャリーちゃん。で、キャリーちゃんね、中村くんが保証人書いてくれるらしいからさ、形だけでもいいから書いてもらってさ、ね、一回自由になったら、うん、公正証書はまかないけど、え、いいでしょ、中村くん。うん、公正証書はまかないけど、保証人の欄に書いてあげるよ。それで、一回形だけばかりやってもらったら、うん、あ、配信者の友達が保証人になってくれるって言っててみたいな、うん、あ、でも花屋さんがなんか身内だったらいいけど、うん、あ、言ってたね、なんか、うん、私も飛ばない、私が飛ばなければいい話ではあるけど、ね、うん、飛ばないけど、うん、うん、
中村が飛ばないと思って保証人書くんでしょ。そうだよ、信じてるってことでしょ。飛ぶ気はないし飛ばない、うん、飛べねえ豚はただの豚だからね。うん。じゃあ一回解散しますか。ちょっと店長に話してみる。そうだね、で、うん、中村くんありがとうね。うん、俺はキャリーちゃんは東京に来て、うん、こっちにね身を寄せて逃げた方がいいと思うよ。別に金返すは問題ないんだから。別に奴隷じゃないんだからキャリーちゃんは。逃げてきな東京に一回。が、ちょっと考える。今の状態じゃねマイナスにしかならんよ。ひかりちゃん大丈夫、こっちにはトップグループがあるから。トップグループ。会長もいるし。ああ、天然さんとかの。会長って誰だっけ。テテさん。ああ、天然さん。デッドボール入ろ。まあ今テテさんが絶対守ってくれるよ、でもこの状況は。東京でやりたい仕事やろ。もう正直ね、そそくさそそくさ出てきても。あ、皆さん終わります。ちょっと疲れたのですいません、申し訳ないです。もうしんどくなっちゃいました。終わります。今日はありがとうございました。すいません、中村君とキャリーちゃんはもう2人でもう喋ってもらって、あのちょっともう疲れました。もう長時間やるとちょっとやりたくない病、配信したくない病なんですよ。はい、一回ちょっと終わります。であと中村くんとかイキリスト、ね、花屋、そしてキャリーちゃん、ね、山田部長とかが なんかすると思うんでね、そこであとはもう見守ってあげてください。はい、今日はありがとうございました。長時間ね。あと電話出てくれた中村くん、イキリスト、花屋、部長山田、そしてキャリーちゃん、本当にありがとう。1時間は、ずっと、俺頑張ってなかったけれど、ね、iPad 片手に持ってね、みんなに見えやすいように提供してたから、そこだけご了承ください。ってことで、今日の、ふわっち、大炎上、ニュースでしたー。パルパーズ、ひーちゃんありがとう。あ、じゃあまとめますか。ふわちた炎上ニュース、結果まとめ。キャリーちゃんが仕事クビになりました。理由は、放送中に店長の悪口、お店の悪口を言ったため。店長が、まあ、リスナーさんの祝電により、それに気づいて、まあ、ぶち切れたと。で、キャリーちゃん、仕事クビになったけど、一応寮にいます、仕事場の。で、借金60万あって、今58万の借金を持っていて、店長はキャリーちゃんを手放したくない状態です。なぜなら58万の借金をしているから。だから、保証人か、次の仕事、